はい、皆さんこんばんはー。はい、こんばんはー。こんばんはー。こんばんは。こんばんはー。はい、ということで、眠たいわー。眠たいんかい。眠たいんかい。ということで、本日は、はよ準備せえよ。はよ準備せえよ。放送始まっとんの始まっちゃったよ。はい、ということで、本日は気候の豊中神津島店からの生放送になっております。よろしくお願いします。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 なんかね、神津島、お客様結構放送見てくれてるということで、ありがたいですけども。そうですね、はい。今日はやる気、重点何パーセントですかって言われてますが、補正安全長。そうですね、前回がね、はい、汚いおっさん。そう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 。やばかったっすよ。はい、うん。やばかった言うな。やばい言うな。あの放送前は 100% であったんですけど、はい、あの今日お願いしますって挨拶した瞬間にどん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 下がって。ああ、漏れ出したってことですね。漏れ出したんですよ。やる気が漏れ出した。漏れ出したんですよ。はい、あ、まあまあ、はい、今日は 120% 以上あればいいかなって感じですけど。そうですね。もう、はい、終わる時にはもう 100% 超えてますので。あ、終わる時に 100% 超えるの、はい、大丈夫です。今 2% ぐらいからスタートでしょ。ちょっと時間かかりそうですけど。はい、じゃあこんな感じで今日は2時間やっていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあ、たくさんね、イーゼルこちらあるんですけど、じゃあちょっと教えてもらっていいですか。なんで隠すの。教えることは別にないですけど、ね、なんかビフォー、でもなんか弁当店長だいぶ髪の毛、そうなんですよ、えらいさっぱりして、なんか、ま、眉毛も、眉毛が、そうなんですよ、眉毛ね、眉毛めっちゃ細したんですよ。めっちゃ細いよね。これは何ですか。あのいわゆる芸能人でいう宣伝写真。いやいや、違う違う、宣伝写真、これ宣伝写真、文章見て、文章ちょっとアヒル口っぽいけど、はい、そうそう、これでも笑いを我慢してる、笑い我慢してんの、はい、ちょっと残念な顔だった。髪型がだいぶちゃうんで、全然違いますよね、他人ちゃうからみたいな。確かに宣伝写真だいぶ若返ったような感じ。宣伝写真よね。もううるさいな。これから多分弁当店長の写真はこれ使い回しなんでしょうね、きっとね。そうですね、はい、まあ、この写真の、まあ、反対側にはね、あの細谷の写真もあるんですけど。ああ、そうですね、体調悪い、はい、体調悪そうですね、はい、疲れてる、疲れ切った状態、ね、眠たそうな、はい、顔の店長の朝一の写真やった。朝一なんや、はい、ちょっと顔むくんでるかな、はい、そうですね、はい、できたらあと仕事終わりぐらいに撮った方がいいかもしれませんけどね。ちょっと失敗しました、はい、まあ、こちらね、こんな使い回しをさせられるとは思ってなかったんで、私も。これ何年前ぐらいですか。最近ですか。これ最近なんですよ。最近なんや。めっちゃ最近ですよ、はい、大丈夫。これ最近なんですよ。まあまあ、これちょっと気になるのが、全国のパチンコ店がね、はいはい、入れ替えを自粛。ああ、そうですよね。ね、あの豊中南スロット館は本来入れ替えあるということです。いや、違う。スロット館。違う。え、あんの。違う。サミット側からクレーム来るから。ああ、怒られるやつですね。そう。何勝手にやっとんねん。そう。やっぱりスロット専門店もないということ。ないですね。こっち忙しいんやということ。ちょっとね、信頼期待してるお客様からしたら我慢の月ですね。そうですね。うん、まあでも、今ある中の機種をね、大事にしていくということですので、はい、まあ、あの皆さんの大好きな機種はもちろんのこと、はい、まあまあ、前回ね、信頼入れ替えありました機種もまだまだ絶賛稼働中ということで聞いておりますので、はい、まあ、その辺、狙って来ていただけたらいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、お願いします。はい、あと、神津島店5月休まず営業いたします。すごいですね、はい、休まないですね、はい、休まない、はい、これ白鵬の手形でしょ。白鵬、違うこれ、あの誰あのワイパーの手形。あ、手形なの、はい、あ、神津島の白鵬、はい、でかいな、はい、あ、白鵬って白鵬、ワイパー主任があのマウンテンゴリラに変身した時に。なるほどな。めっちゃでかいこれ、はい、あの当たらんかった時はマウンテンゴリラになるから、ね、はい、通常のゴリラよりでかい。めっちゃでかい、ドアップ。じゃあちょっと手形ね、試したい方は神津島ちょっと見に来ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。あと、入れ替えじゃないわ、入場整理券のお知らせですね。あ、はい、はい、こちら14日ですね。出てるんですかね、はい、はい、向こうに配布しておりますということで、はい、こっちね、明日も配布してますんで、そうですね、はい、ご希望のお客様お願いします。これまたスタッフさんに、はい、お声かけていただきましたら、配布しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いしますね。はい、お願いします。 お願いします。はい、ということで、スロット感は、そう、スロット感告知ありますか。一個だけ。あ、ないみたいです。ないの。あ、了解です。これね、はい、なんで雑誌。雑誌やんばり企画さんのね。あ、真の極みね。そうです。一応、5月の10日に、はい、真の奥村、詳細は言えませんけど、真の奥村、はい、眉毛見てもらったら分かりますけど、そう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 、はい、もうそれすぎても真の奥村が、はい、見れると思います。そう、はい、見れますんで、ぜひ豊中南スロットカムも5月10日にお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、真の奥村が、はい、真の奥村、周平9日真の極みやってる店舗あるって言われてますけど、周平言われてる、ちょっと待ってこれ身内ちゃん、身内、誰や、9日はね、自分で見ろ、自分で出し見ろ、言え、気候のあるね、
聞こうのある。教えへんけど。教えへんけど。なんで中国人風で聞こうのあるね。あるね。周辺。何のキャラやねん。これ身内やろ。神戸中央刺激館。出た。もうそんな店誰も行くな、うん、誰も行かない。あとタウンの茨城サイト店。ああ、なるほどね。うん、ああ、まあ、多分。マリモの店長、ね。マリモの店長。で、高井田。高井田。ムック店長ね。あ、ムック店長。うん、だけかな。はい。刺激館は行かなくていいってことですか。刺激館は行かなくていい。はい、刺激館は絶対行かないでください。行かないでください。よろしくお願いします。こんなでいいのかな。刺激館は絶対行かないでください。わかりました、はい。ということで、本日なんですけど、最初ね、ちょっと店長スロット落ちたいって言ってたんですけど、ちょっとね、今週ね、なんかわかんないですけど、スロットウィークみたいな感じで、スロット多かったんだよね。気持ちわかりますわ、スロットにこう依存しちゃう。あ、そう。まあまあ、今週ね、ちょっと、まあ、55っていう日もあったんで、まあ、ちょっとスロットが多かったんですよね。なるほど。はい、まあ、結構やったんですよ。ジャグラーバジーとか、あと窓バギーもやったし、で、昨日なぜか花火やりましたけど。なぜか花火。なぜか花火。なぜか花火。なんでただ、あれですよ、シゲルが打ちたかっただけっていう。あ、はい、結局後半ずっと罰ゲームやってましたけどね。あ、はい、まあ、それをちょっと踏まえて、今日はちょっと久しぶりにパチンコの方がいいんじゃないかなと思って、はいはいはい、パチンコをちょっと提案させてもらったら、まあ、心よく引き受けていただきましたので、はいはいはい、もちろんもちろん、裏でめっちゃ文句言ってましたけど、はい、すいませんね、本当に全然裏で言ってたということで、まあ、その辺はもうオフレコの話でよろしくお願いします、はい、まあ、今日ね、ちょっと信頼がないということで、まあ、あのガロの復刻版あんまりちょっと放送もしてないので、まあ、この3人でちょっと頑張ってもらおうかなと。まあ、でもライトミドルなんで当たるでしょう。当たらない。どうですかね。はい、主義当たんないっす。一人一人不安なのが、一人がちょっとね、不安材料ありますけど。はい、相変わらずいますけど、ちょっと主義の運気を上げたいっすね、この辺でね。そうですね、そろそろ。いや、前回ちょっと汚いおっさん来て当たってもうたな。あれはちょっと ね、あれに放送事故やね、はい、ね、あのスパイダーマンやったから、スパイダーマンでね、でしたね、はいはい、まあ当たらんなって言ってますけど、はい、まあ当たってもしょうもなのコメントしょうもない、はい、そんなんで当てんのやみたいなね。まあ一応このガロはね、継続率も 82%3% やったかな、結構爆発力あるということで、私ちょっとね、これ打ちたかったんですけど、やっぱ信頼初日だったんで打てなかったんですよね、はいはい、でシャアなしにノブナ打ったら、まあノブナで買ったんですけど、あ、いいですね、はい、でもガロ一撃2万パスとか出てて、あ、すごいな、そうそうそう、面白いです、あれ。そうそう、復刻版なめたらあかんなと思って。そうですね、やっぱりガロのね、そう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 、ガロですわ、すごいなと思ったので、まあ今日はこの3人ガロですわってまあ何でそのふわふわした感じふわふわしてるよ、そうやん、そうなんで、ね、まあ今日はそのいいところね、ちょっとお見せいただいて、はい、まあ主任はちょっとね、レンジャーをちょっと頑張ってもらいたいですね、はい、そうですね、はい、聞いてる人の話聞いてる、帰るよ、レンジャーというかもうね、初当たりできるのかって話、どうせ初当たりですからね、どうせ当たり引けんからなみたいな、やさぐれてるもんね最近も。でもとりあえず両店長はね、いつも買ってるからね、そうそう、主任はちょっとミッションというか課題をね、ちょっと課したいところですけど、そうですね、はい、魔界流撃破、魔界流撃破、あ、でいいんですか、うん、助っ人を2人必ず出す、あ、もうあれですね、魔界ダッシュ入ったっていう前提ですよね、もう手もうそこがもうハードル高いよ、ハードル高いっすよ、もうそこがハードル高い、高い高い、あのガロに変身する、ああそれでいこうか、魔天使とかでいいや、魔天使、エンブレム出てくるみたいな、はい、何やね、変身したら OK みたいな、怖いわ、ミッション低いな、低いないや、まあそのミッションプラス入ったらそれすら出えへんかもしれへんけど、まあ、そうですね、わかんないから、ね、また先にどっちかの店長が早く当てる感じかもしれないんで、ちょっと頑張ってもらおうかなと思いますけど、ワイパーなんでメガネ壊れたんと言ってますけど、いや、ちょっと紛失しましたよ、ね、ご存知の方あのこちらまでご連絡いただけたらと思いますので、はい、ワイパー今探しとんねんな、今探してますので、あ、ワイパー全回転出してって言われてますよ、うわ出しましょうか、いけるギジ、え、ギジ4でしょ、ギジ4もしくはロングリーチじゃなかったっけ、え、ギジ連って2回までしかないでしょそれあなたの実績やろ、あなたの場合やろ2回しかないちょっと面白かったけど、ワイパー実績上疑似連は2回3回行かないっていうね、3回行ったことないプレミアスよ、違う違う違う、よく行く、まあ前回転出たらすごいですけどね、まあ前回転、まあでもライトミドルなんで出ないことはないと思いますけどね、僕がここでザルバイ出してますからね、前回転、あー出ましたね、出た出た出たよ、じゃあもしかしたら主任は出ないかもしれないけど、はい
便蔵は出せるかもしれない。出せるかもしれない。そうですね。ちょっと前回出たらもうみんなで土下座するしかないですけどね、本当に。お願いしますね。はい。ワイカさん頑張ってよ。前回で出たら JP さん呼んでもらう。今日寝ておるわ、もう休んどるわ。呼んでほしいんかい。いらん、いらん、いらん。いらん、いらん、いらん、いらん。はい、ということで、じゃあ今日はガロ復刻版をこの3人で知らせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、台どうしますかね。左真ん中。台はね、今日ね、うまいことね、大当たり回数見たら、みんな似たり寄ったりなんですよ。あ、ええ感じだったんですか。はい。一個ね、ちょっと400ぐらいハマってましたけど。ほう。あ、4、あ、あれ？なるほどね。あ、これ、当たりで終わっちゃったやつかな。当たりで終わっちゃったやつですね。お、ほんまや。もうあれですね、それバラゴモードからのスタートです、ね。いや、行きますよ。もう僕もこんなの僕も100回転以内に当てますわ。出た、はい。じゃあやっぱりメインの主任は真ん中に座ってますか。そうですね。安定のね。はい、安定の。真ん中やって映るんですか。映る映る。映る。あるある。基本ここ映してもらえたり。あ、基本はね。あ、またあるんですか。ありますあります。基本この2人映って映してもらえば。はい。店長ね、あの、はい、多分また飽きるから途中で飽きるかもしれない。うん、その時はもうあのまた細根コーナーになる。細根コーナー始まる。最近細根コーナーね、かなり人気あります。いや、それね、今日お客様からも言われました。言われたんや。はい、結局店長質問コーナーやろ。そう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 。みんなよう分かってる。あれこれ3位かならへんそうですね、3か4ぐらいでいけると思いますけどね。 4でいけるかな。結構3世音大きいんでね。3行きましょうかね。ワイパーメガネないから誰か分からんかったわっていう人いますけどね。ワイパーワイパー。あ、前回もなかったんですけどそうね、前回もなかったんや。じゃあ今日はちょっとワイパーさん頑張って当てていただきましょうかね。当てます。はい、お願いします。はい、じゃあシダお願いします。お願いします。お願いします。復刻版は初打ちですか。僕打ちます。僕打ちました。あ、あ、弁の手帳打った。11年しました。11年やっぱすごいですね。うん、ほんま忠実に昔のやつ再現してるんで。そう、面白いですよね。うん、面白いですね。懐かしいですわ。あ、こんなシンプルやったんやっていうのをこう改めて感じるような感じね。時代ですよね。ワイパーさんは打ったことないっす。打ったことないんかい。はい、あ、じゃあビギナーズラックいけるかもよ。はい、打っていきましょう。ヤン店長はガロは打つんすか。あー、あ、ま、魔界は打ちますよ。魔界は打つ、はい、これはちょっと初めてなんで。復刻版は今回初めて。はい、まあ、初代打ってた人はね、あの演出わかると思うんですけど、でもなんかこんな演出あったんやっていうのをね、ちょっと思い出すような感じやったんで。そうですね。結構ね、これ打ちたいんですけど、なかなか空いてないんでね。台数もね、ちょっと。そうそう、あんまりね、はい、多くないですもんね。そうですね。じゃあ、細田店長、議事連来てますけど。はい。もう早い、まだ。まだ。まだちょっと早い。まだちょっと早いな、多いのは。はい。まあ、ガスもありますんでね。はい。はい。じゃあ、こんな感じで今日はやっていきたいと思います。はい。じゃあ、コメントね、読んでいきます。おばんです。細根、今日マイマイでよかったね。よかった。よかったんや。それは私だけじゃないでしょ。え、そうですかね。あ、もう、見てる方全員思ってますよ。全員ね。いや、そんなことない、そんなことない。そんなことないで、はい。今日も岩手からおばんです。ガルパン初打ちで玉砕してきました。ってことで、あらば。ガルパンもね、結構 70% でしたっけね、継続率ね。結構波あると思いますけどね。こんばんは、今日も福島から見てますよ。すごいな。ありがとうございます。今来ました、皆さんこんばんは。え、こんばんは。今ちょうどね、ゴールデンウィーク、まあ今日ちょうどね、日付変わって最終日ですけどね。そうですね。皆さんね、どこか旅行とか行かれたのかな。そうですね、羨ましいですけど。いかがお過ごしでしょうか。ねえ、細谷店長は連勤ということで、はい、ちょっとお疲れ気味ですかね。はい、ベンキーさんこんばんは。ベンキーさんね。もうええそう。もうええわ、ベンキーでね。もうベンキーでええそう。ベンキーで行こう。はい、ベンキーで行きます。はい、まいまいこんばんは。え、こんばんは。弁蔵さん、今日もチャック開いとるよ。あ、嘘、ごめんごめんごめん言ってるけどね。さっきの顔ついてるポスターいたずら書きしても大丈夫ですか。あ、全然もうやってください。はい、問題ないんでよろしくお願いします。アクリルの上からやってください。アクリルの上はい、油性ペン持ってきて。あ、ちょっと消毒液で落とすの大変ですけどね。はい、和光でね、復刻で、魔天使からの魔界竜外してうつきなくしてしもたっていう人もいますけどね。あ、わかりますわ。結構熱いよね、魔界竜、ね、その気持ちわかりますわ。はい、YOUICHI 陽一と言われてます。なんか陽一ファン、陽一ファンいますよ。なんやねんそれ。ローマ字応援面白いな。なんやねんそれ。ちゃんとあのローマ字で書いていただいてありがとうございます。中身ないやん。確かに全く中身ない。はい、はい、あ、その手形は村井監督かと思った。あの、残念ながらワイパーの手形やったみたいですけどね。
細ねクワーマン呼んでくださいって言われてますけど、これはあれか、誰ですか、どちらだっけ、バッシュ、何だっけ、バッシュ TV でしたっけ、どこだったっけな、スクープ TV でしたっけ、あライターさんじゃなかったっけ、あライターさんですか、そうクワーマンさんっていらっしゃいますけどね、あなんか聞いたことありますね、でもはい、バンワーってね、そういうの全然詳しくないじゃないですか、そうですね、一切興味ないねでも明日ね、西淡路店はなんかセクシー女優さん来られるみたいで羨ましいですね、あ誰でしたっけ、誰でしたっけ、吉田脇穂、あもうそこの食いつきがお前半端ないよあー言うといてすごいな、いやね、まあ、だめな人気ある女優さんですからね、羨ましいですよね、私も見たいなと思いますけどね、吉田脇さんはね、なかなかね、お目にかかれないでしょうからね、そうですね、うらやましいですけど、前々国試週間、眉毛細いな、高校球児ですかって言われてますあ、そうなんですよ、はい、かなり細くなっちゃったね、はい、ねえねえ教えて細ね、刺激ぶっこみありますか、刺激ぶっこみね、はい、最近ないな、最近ない、なんかね、会議この昨日か、あ、一昨日ありましたけどね、特に何も面白いことなかった、特に何も面白いことなかったです、面白いことみたいです、はい、昨日なんで電話出なかったの細部、あそれねあそれねそれねそれね、どっちかというと私悪ないんですよ、そうですね、ちょっと前々説明してもらえません一応ね、昨日姫路だったので、まあ、今日のね神津島の店長にお電話ということで電話して繋がらなかったんですけど、まあ、ちょっとねこちらとしてはもうちょっと遅かったんで、あもう寝てんのかなみたいな感じで思ってたら、さっきちょっとお話聞きましたところの、あと会社用携帯とね一応プライベート携帯分かれてるんですが、まあ、姫路のね天然ボケ店長がプライベート携帯の方かけてたみたいで細田店長はずっと待ってたらしいんですけど、はい、もうねちょっとアホなんですよ、はい、もうだいぶアホでしょ、だいぶアホでしょだいぶアホやと思いますよ、天然にも程があるよ、ね、そうそうそう、いやいや途中で気づけよって感じですよ、そうですよ、いや怖かったな、まあ、逆テレフォンしてもらったら良かったかなと思いますけどね、ほんまですよ、この時待っていただいてありがとうございました、本当にね、なほんまびっくりしましたよ、びっくりしたね電話ないやんっていうね、はい、いやいやちゃんとやったんですけどね、はい、真ん中にあるワイパーって置物喋らへんのって言ってますけどワイパーは当たったら喋るから喋ってほしいですね、花火そんなありましたし、で昨日花火やってたけど途中で罰ゲームになってましたね、しげるバカだねってしげる、アホでも店長なれるんですかって言われてますけどなれますなれますなれる、はい、全然なれますなれる、はい、むしろアホじゃないとなれないです、そうマジで、はい、まあまあ今日は、はい、大丈夫です、はい、今日はね今日はちゃんと、はい、もうプライベート携帯にはかけませんので大丈夫です、大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですね、はい、ワイパー潰れたんじゃなと思って潰れちゃいました、はい、前目が汚いおっさんを否定しなくなった、いやいや否定してるよ、汚いとは言ってないよ一言も、はい、ね、昨日は細ね寝てたんですかってことで、まあ、昨日電話したけど繋がらなかったのはしげるが悪いということで、そうですそうです、今度神戸配信出た時にしげるなアホーっていうコメントください、皆さんよろしくお願いします、はい、本当にね、細ね当たったらラブクリ炎上しますかって言われてますね、あそれはそれは赤いやつ、それ赤いやつ、まあ、これはね、まあ、ネタっていうことを分かっていただけたらやりますけどね、はい、ワイパーレインボーで外してくださいって言われますけど、じゃあ外れるんですか、そうそうそう、外れてくださいね、外してくださいって言われますけどね全回転みたいですお願いしますってね、細谷が昨日コンビニでマムシドリンク10本くらい買ってるの見ました、まだ現役なんですねそうだよ、ちょっとすみません、嘘の内容がひどいマムシドリンクって今時マムシドリンクって、え何ちょっと熱い、ワイパーさんいいんちゃいます、変身するんちゃいますこれ、変身はするよ、ミッションクリアになるやん、これほんまや、速攻ミッションクリア、ほんま、あこの変身の仕方あかんやつ、あーちょっとしょぼいやつよね、さすがワイパー、うん、あーちょっと当たるかなこれ、細ねコーナー始まるきっかけになったのは柿の種に入ってるピーナッツがなんであんなに美味しいのかって話でしたよね、あすごいよう覚えてますね、よう覚えてますね、あでもアクアエフェクトですね、ワイパー主義、あれちょっと待って細谷店長細谷店長お手本見せてるやん、なんかあれなんか 出ましたね、なんか出たエンブレム出てるよ、はい、これワイパー外れて細谷当たったら面白いな、いやそのパターンちゃいます熱いよって言ってますけど、まあですよね、ですよね、まあ、ワイパーさんまだね復活あるからねこの後、いやワイパーに復活はないですよないんや、はい、もうそのまま落ちていくんや、金シャンやワイパーに復活はまずありません、細やん次回予告来てたで、あそうなんですよ言えよ
でもちょっと青、青いヘッドですね。青ですよ。はい、魔天使からやったよって、細ね、次回よく着てたやんけって言われてます。みんなよく見てる。ツッコミがひどいな。言えよっていうね。ツッコミがひどいな。ねえ、細田ははしゃぐなって言ってますけど。当たってないからな。当たってないからな。当たったらはしゃぐ。当たったらはしゃぐ。読み捨てやん。細田はしゃぐな言われたよ。読み捨てやん。ねえ、すごいね。じゃあ逆にしげるに突然して説教しようよって言われてますけどね。いいんじゃないですかね。いやあれ困ってましたよ。なんか交通島の前の配信で電話してからそこから1週間連続で電話かかってきたよって。ああ、森さんかな多分。あの森店長はちょっと遅刻したらしいんでね、ガチで、うん、あそこからはちょっとあの、はい、控えてさせていただいてます電話。細ねしょうもな。あ、当たらなかったですね。まあまあまあ、まだ始まったばっかりですよ。あー残念、復活なかったね。ガロで負けたことないよーっていう人もいます。お、すごい、すごい強いな。連休中に茨城サイト店の堤店長にやっと会えました。今日も皆さんにも会いたいですってことで、あ、今日神津島来てくれるんですかね、この人、お客様。今連休で気候難巡られてるのかな。ありがとうございます。堤に会えたんや。じゃあ、今日どうなんですか、お三人さんお店いるんですか。あ、今日というか、8日、8日。あ、いますよ、私。あ、店長、あ、星谷店長はいる。はい、あ、いますよ。じゃあ、神津島行ったら、星谷店長はいる。はい。弁蔵さんは？あ、朝からいます。あ、最近、あ、朝なんですか、明日。明日、朝です。あ、お疲れ様です。じゃあ、豊中みなみも、まあ、あの、神津島からは近いのでね。そうですね。あの、来ていただけたら。はい、覚えてたらぐらいで。ちょっと寄ってみたよ、眉毛細いねって言ってあげてください。眉毛がもう。そうそう、眉毛ね、かなりインパクト。眉毛細せんとね、はい、嫁に怒られるんですよ。嘘。奥さん細眉好きなの。そう、細い眉なんで、すぐ生えてたらめっちゃ怒るんですよ。なんなんその汚いみたいな。おあ、弁当店長。VFX。なんて、なんて。なんて、なんて。ちょっと噛んだ。ちょっと噛んだね。ちょっと喋ってな。ほんまに。あ、急に来たらあかんない。急に来たら噛むよね。もうちゃんと喋ってな、もう。すごいね、ワイパーさん以外は一応シャーンって来てますけど。シャーン。はい、しょうもなーって。筐体のガロケンにガムついてたことは絶対忘れへんって。ベントさん、今日はオールで配信しようって言ってます。いやいや、もうしんどいもん。ゴールデンウィーク働いてるから、だいぶ。まあね、また会おうや。ベントテンションも会おうやな。あかんすわ。ちょっと弱そうかな。細やん飽きたらキャバクラ行ってきていいよ。細やん飽きたらセクキャバも行っていいよって言ってます、ね、ちょっと一個身内コメント入ってそうですけど、はい。細やん最初1時間は泳がして後半1時間は壊れた質問したらいいですかって言ってます。あの泳がすってどういうこと。泳がすもう上からの発言がひどいな今日もほんま。はい、あのぶっつぶれた質問してください。ほんまに、はい。こんばんは、まゆめさん、あれ届きました。あ、ありがとうございます。色紙ですね、サイン色紙ちょっとおごらせていただきました。へえ、あれですよ、私のじゃなくて、ライターさんのね、色紙をキコナチャンネルで欲しい人募集みたいなやったら。なるほど、はい、それで送らせていただきました。ついでに高井田のムックでちょっとサインも書いていただきましたので。それいるかな。そうそうそう、ムックファン結構いてるんでね。あ、そうなんですよ。細ね、その年でもセクシービデオ見てるのを見て何すんのって言われますけど。もう誰誰って誰誰って言われてますけど、ね、40超えたおっさんにその質問はダメですよ。なんかもう細ねってもうなんなんほんま。言われてますよ。それはもうしゃあないですよ、認めてください。もうジー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 のせいね。これジージーが言い出したらしいですからね。細ねえはムーディーズファン感謝祭のツアーに参加してるんですか。ムーディーズ、ちょっと待って、そこまで知ってるってほんま限られますよ。いや、だからもうほんまに身内ですよこれ。おい、はい、多分もう何人か分かってると思いますけどね。もうね、はい、電話すんぞって歌ってください。今回の7点じゃ熱くないんですか。弁当さんサクッとスルーしてたねってことで、初代はね7点熱くなかったみたいなんですよね。あの7点杯扱ったのも確か金色ってコメントで教えてもらったような気がするんですけどね。ああ、なんか聞いたことありますね。ですね、はい、分かりました。しげるのアホーとね。じゃあ神戸配信の時はお願いします。教えてほしいね、ポチカメって何巻まで続くの。作者が現役までずっと。作者が現役まで。あれ、こち亀、最近のちょっと私もちょっと見てないんですけど、はいはい、昔のこち亀めっちゃ見てましてね。ああ、はいはい。あの、何やろ、30巻台が面白いですよ。あ、30巻台だいぶ、だいぶ前やね。あ、そう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 。あのね、めちゃめちゃ、もう分かんないよ、もう分かんないですけど。分かんないけどおもろい。今のこち亀はその、なんやろうな、
まあ時代に沿ってってる感じですよね。そうそう、時代に沿いそう。だから昔のやつはやっぱ昭和の、はい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 、はい、古き良き、なるほどなるほど、はい、お話はね、はい、そう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 、ありますけども、まあ30巻台が一番細ではおすすめ、おすすめですよ。なるほど、めちゃめちゃ面白いですわ。面白い、はい、30巻台って何年前になるんですかね。何年前ですかね。私多分ちっちゃい時でも20代ですから、あ、20年ぐらい前20年前は言い過ぎかもしれない、15年とかかもしれませんけどね。あ、なるほど、はい、分かります。めちゃめちゃ前ですよね、ほんま。こち亀ね、まあ今も出てるから何回だけでも150巻もっといってるな。いってるんちゃいます。でしたね、結構いってたような気がするけど。ゴルゴ13かこち亀かっていう感じでしょ今。あ、やっぱりゴルゴも長いですね。初めの一歩とかも長いなと思うけど、それでも100巻ぐらいですね。そうですね。ちなみに吉澤明穂は10年選手ですよ。あのセクシー女優さん。そんなやったんですか。あ、10年もやってるね、結構頑張ってますね。ねえねえ教えて、ベンキー店長、よく噛みまくるのはなんでですか。もう疲れてんね。口回ってないね。口回ってんね。今日は青タイトルばっかりやねとか。そうですね、青タイ多かったですね。そういえば5月8日は母の日ですが、もう準備しましたか。送りました。あ、送りました。はい。お花？お花と、はい、カステラ。あ、カステラ。あ、今なんかね、カステラとかそういうスイーツ多いですね。そうですね。安倍の手帳はちゃんとお母様に送られた。そう、でもそういうのってあれですよ、スイーツ業界の陰謀。陰謀でしょ。母の日はどうなんでしょうね。バレンタインチョコレートみたいな感じの陰謀ですね。あ、なんか最近お花はやっぱりちょっと枯れちゃうんで、物に残るものということで、なんか家電製品がよく売れてるらしい。家電が売れるんですか。すごいね。なんかミキサーとかね、あのジューサー系とか、あ、なるほど、あとコーヒーメーカーでしたっけ。あの辺が今年はよく売れてるっていうふうにおっしゃってましたね。ワイパー主任はなんかお母さんとか、とかしました。まあ、そうですね、毎年ちゃんとカーネーション。カーネーション、はい、送ってる。送ってます。あ、さすが。送ってます。送ってる。何のアピールやん。何のアピールやん。はい、奥さんにも、奥さんにも。あ、奥さんにも。いやー、いいだな、いいだなアピールしますけどね。はい、ゴリラでも送れます。ゴリラでも送れます。そうやね、親切やね、はい。お花屋さんで親切ね、本当に。お世話店長は何かしとるんですか。いや、僕は嫁にしようかな思っとったんですけど。しようかな思ってた。絶対思ってた。思ってないやん。思ってへんやつ。じゃあね、ちゃうんすよ。はいはい。しようかなと思っとう時に。はい。向こうからなんかないんて言われたから催促があった瞬間に冷めました。ああ、それちょっと切ないですね。お、なんか次回予告来ましたよ、2回目。それはまあ返信するんでね。シャッターあれ、あれエンブレム足らへん。エンブレム合体せへんの。あれちょっと弱いかな。国王語。国王語じゃないよ、合点ですよ、合点。はい、ちょっと似てるけど。私ももうあのカーネーション送って今日届いたよって LINE に来ました。ベンゾーさんセクキャバであって嫌いになりました。これセクキャバであってって、これ相手やったんかな。嘘でしょ嘘でしょ。細で冷たい名前言ってやられてる。細やん店長は冷たそう、見るだけにしときます。ベンゾー店長、ワイパーさんは池田ら握手してください。どういうことや。どういうことや。ムクちゃんのサインだけでもよかったよっていう人もいますね。ああ、そんなにいいんや。じゃあ今度特大のムクちゃんサイン書いといてもらいます。じゃあ弁蔵さん来て、レツくんとコロスケの第一印象教えてください。あ、弁蔵やからね。横に来てレツとコロスケおるやないですか。2人おもろい、おもろい。おもろいな、そのアドリブ早いな。ごめんなさい、乗っていかれへんそれ。はい、細ねえなんなんて言われても細ねえでしょうかって言われてますよね。細ねえがダメなら細ままになるけどいいですか。おぎままみたいな。細ねえでお願いします。はい、細やん、コナンの映画見に行こうと言われてますけど。あ、コナンね。はい、今あれらしいですね、ゴールデンウィークもコナンの映画第1位やったらしいですけど、ね。あ、そうですか。やっぱあのあれなんですよ、やっぱ黒の組織系はやっぱ人気だと思いますよ。私も今回のコナンの映画かなり面白そうやと思ったんですけどね。私も黒の組織は大好きなんですよ。はいはいはい。新しいね、今回のコナンの映画、あれですよ、シャアとアムロ出てるんですよね。アムロっていう名前でそのまま出てて、はい、であのシャアって赤い彗星かなんかじゃないですか。はい、そうですね、異名が、はい、あれのなんかその赤い彗星の赤いを取って赤いさんっていう人で、それぞれ声出てはるんですよ。あ、そうなんですか。なんかその辺もやっぱ人気のあるポイントなんですよね。今回声優さん芸能人誰かやってはるんですか。天海祐希さんですよ。ああ、そうや、そうや、先生。
でもかなり面白いみたいですけどね。私友達に行こうって言ったら却下されましたけどね。なんで来ないかなあかんねんって言われました。ねえ、こち亀198巻じゃなかったっけって言われてます。めっちゃ多いね。細谷は30年以上前やろって言われてますけどね。あ、それは言い過ぎでしょ。言い過ぎ。198巻、すごいですね。もう200巻間近じゃないですか、ね、もうダブルミリオンやないですか。ダブルミリオン。いわゆる、はい、教えてほそね。子供のほっぺってどうしてあんなに柔らかいんですか。ほんまにね。ほんまにね。羨ましいわ。しみじみしてるね。みんな持ち肌の時があったんだよ。本当にあったんでしょうね。はい、教えてほそね。赤ずきんちゃんはなんでずきんかぶってるんですか。いや今日も前もかぶってますよ。これずきんちゃうけど。赤ずきんちゃう。今日も前もかぶってますよ、ね、黒帽子やな、はい。明日母の日か忘れてたということで。そうね、5月8日母の日なんで、もし覚えてたらね、なんかお母さんにしてあげてください。てか当たりませんね。当たりませんね。一応200分の1なんですけど ね、 そうですよね。これワイパーの呪いですかね。完全にワイパー真ん中座らすから。あ、なるほどね。悪影響が、そうそうそう、悪影響、負のオーラがこう落ちるから。半径5メートル以内に悪影響を及ぼすから完全にこの辺やん。、はい、ねえねえ教えて、ワイパー気候なの社訓って何ですか。社訓、社訓企業理念。あ、ですかね、はい。長いんで昭和お願いしていいですか。割愛すんの。街の明かり、心の明かりです。あ、はい、まあまあ、完全に割愛ですけど、まあまあね、はい、あの言えなかった副主任もいるんでね。あ、そうなんや。そう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 、細谷も見た目は子供やからなって言われます、ね、見た目子供なんや。こんばんは、ガロ楽しみにしてました。この間売ったけど大好きなコーガが A しかなくてちょっとがっかりということで、初代はね、コーガはあの CG だったんでね。細根は子供いるんですかって言ってますが、あ、いないです。お子様いない、はい、でもなんか可愛いワンちゃんいらっしゃるって、ね、あ、そうですそうですそうですそう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 、ワンちゃん好きということで聞いてますね、はい、世界一可愛いですね。世界一可愛い、はい、細やんとあっくん喋り方似てない。あっくん誰かな、森口の主任のことかな。ギフトのスイーツについてはドウフンフン社という会社の陰謀があるよって言ってますね。あ、やっぱ会社の陰謀なんや。抱き合わせ商法かな、はい。風呂上がりからこんばんはってことでね、お疲れ様です、こんばんは。細谷、一番おいしい練り消し教えてください。練り消しを食べる定位ですね。食べる定位ですね、これは。はいはい、はい、食べる定位です。練り消しを食べる、食べなきゃいけないということですね。そうですね、はいはい、はい、一遍食べてから考えてみようと、ね、なるほどね、はい。右上とか、ウェンゾー店長の台、ちょっと暑いですか。ね、破天使層 金色の疑似さんで。おー、いいじゃないですか。エンブレム合体せずに。あ、これでもこの後、発展ですよね。すれば激アツです。おー、発展するかな、ここからですね。え、疑似さんいたんすか。疑似さんいた。疑似さんいたら発展するでしょ。プレミアちゃう、プレミアちゃう。はい、はい、はい、行きました。これ熱いやつですね。ここでね、エンブレムが逆やったらね。あ、そうそう、もう激アツのプレミアムパターン。テンション上がるやつ。あ、俺これよう外すわ。ほら、撃退のやつもよう外すんよ。そうですね、やっぱくるリーチがね、来やすい分よう外れますよ ね、 まあでもエフェクトの色、また変わりますけどね。レインボー、レインボー欲しいですね。せめて赤か緑、赤以上は欲しいですね。そうですね。細ねえのあそこで子供のほっぺどっちが熱いで、あ、どっちが柔らかい、柔らかいですか。どっちって言われても、それ試してもらわなあかん、試してもらわなあかん。卑猥やな。これ弁護店長いけるんじゃない。いけますかね、赤やったら。アニメリーチからはね、熱いから。まあここではしゃいだらまたはしゃぐな言われる。誰歌ってんの。お前歌ったん誰。もう当たってからにしてくれる。でも当たったら歌終わってまうよね。歯が焼け、当たるかな。あれ。ちょっと今日やばないですか。ガローって言いたかったのにな。そうですね。いやいや、まだ分かんないですよ。レインボーのエンブレム車買うのよ。え。え、いや、まだ分かんないよ。ああ。嘘。いや、今日ちょっと引き弱さんやな。ちょっと怪しいぞ。怪しいな。ガローチェンジだか逆エンブレムだと幸せで、便器しょうもなって言われてます。細田代わりにはしゃげって言われてます。どうはしゃぐ。元気100倍ホラーグ。どうはしゃいだよ、ね、外れたからはしゃぐか、はい。細根、ちなみに隠し子って何いるんですか。隠し子。隠し子いっぱい。
めっちゃ考えてるやん。もう今日疲れすぎでしょ。ほんまや。キレ悪いな。キレ悪っ。ほんま。ね、ガローって言われてますけどね。はい、愛犬ボブでしょって言われてますね。ボブちゃいますよ。ボブじゃない。黒人みたいなんで。ボブちゃいますよ。ボブちゃう。あ、世界じゃうちのワンちゃんもだって言われてますね。いや、やっぱりね、みんなうちのワンちゃんは可愛い。はい。前々聞いて、実家に子猫が2匹来た。妹から写真来たけどめちゃくちゃ可愛い。いやー、可愛いでしょうね。私も猫大好きなんで、羨ましいですけどね。教えて細で、イケメンの定義って何？イケメンの定義？はい。あの、見た目か中身かなんでしょ、結局。あー、そういうこと？そうそう。イケメンの定義。まあ、神津島もイケメンいますけどね、たくさんね。あの、見た目だけですけど。見た目だけ。まあ、中身全員エヴァですけどね。中身がものすごいブスですけどね。あ、ワイパーが。お、ワイパー荒ぶってるよ。ミッションクリア。え、ビジ3ですね。まだビジ3。プレミアちゃうから、まあ、何回いますね。あ、正気。正気どうなの？正気何パーぐらい？ 30% ぐらいでしたっけ？いや、私もさっき正気来て普通でした。あ、普通でした。はい、あ、緑か。ちょっと弱いかな。緑じゃあかんわ。緑じゃちょっと弱いから。冷た。緑じゃあかんわ。あかんわ。もう吐き捨てたで。エンブレム来ねえ。発展するやつやね。もうそのエンブレムすらもう高いハードルになってるからな。やっぱり、母の日に何が欲しいか聞いたら商品券で即答された。いや現実的。現実的。いやでも喜んでいただけるんだったらいいんじゃないかな。あ、いい感じっていう。寒っていう人もいますけど。じゃあ英語禁止トークするって言ってますけど、英語禁止したらもう多分喋れなくなるよ、ね、ワイパーは当たりで期待してないから喋りで頑張ってください。どっちも期待しないでください。細谷、大阪の美味しいたこ焼き屋とラーメン屋教えて。それ前もありましたよね。そうですね、はい、嘘でしょ。ワイパー嘘でしょ。ワイパーひどいわ、今のひどい。え？え、なんかおかしかった。いやもうええわ、もうええわ。大阪は、神津島この辺どうなんですかね。ラーメン屋さんとかあるんですか。あ、ラーメン屋さんあることはありますよ。多分でも多い方ちゃいます、ラーメン屋。あ、本当ですか。うん、結構ありますよ。どの辺にあるんですか。道路沿いとか。その道路沿いありますよ。道路沿いにめっちゃありますよ。はい、まあやっぱりあの車多いところはあるんでしょうね、うん、ラーメン屋さんね。そうかそうか。復刻って保留変化ないんですかってことでね、初代のガロは保留変化ないんですよね。ないっすね。まあ、そこが楽しみの一つでもありましたけどね。そうですね。はい。甲賀は絵でもかっこいいねってことで、そうね、甲賀かっこいいよね。うん、教えて細ね、サンリオ無双はいつ発売ですか。サンリオ無双。サンリオ無双。キリュウちゃんがどれだこと。マジで。それあんま見たくないけどいいの。見たくないでしょ。キリュウちゃんがこんなバッタバッタ敵倒すの。そうこの一撃で勝てるとか言って。わかんないですよ。あのねケロケロケロッピがあの百裂拳とか繰り出すかもしれない。あかんあかんそれ。怖っ。子供の夢潰す。もうダメですよそれ。ちょっとおもろいけどね。昨日のあれのごとくゲスって、ね、言われてますけど、ゲスで、皆さんは闇賭博されるんですか。いやすいません、力を動く息なのでやらないです。質問が鋭すぎるわ。 5% もないよ。父の日と母の日は何渡していいかわからないんで、昨日2人に現金渡した。あっさりしてるな、まあ、気持ちだからそうそうそう、はあ、でもね、それが一番あの親御さんを喜んでいただけるんじゃないかと思いますけどね。はい、アタックカードにかならんかったとか、この前カウントのコーナー行きましたって言われてますよね。ありがとうございます。細やんと便蔵の夢どっちがホラーですか。似たり寄ったりちゃいます。似たり寄ったりな。そうですね。あ、便蔵店長はあれですか、細やん店長の奥様も知ってるんですか。いや、あのお会いしたことないですね。あ、したことはないないですね。まあお話できるぐらい。カタコナに会わせてくれないっていう。あ、そうなんですか。まあ、僕もあんまり会いたくないっていう。会いたくないんや。まあ結論どうでもいいと思うんですよね。どうでもうちの嫁はもうお金に対してはもうまさにホラーですよ。です執着が、もう別名ゼニゲーバーっていう名前。ゼニゲーバー。あ、ヨウさんゼニゲーバー女。ほんまに。まあでもそれぐらいしっかりしてるんじゃないですか。あのね、ほんまに、ね、ワイパーは当てるまで空気椅子で打つことにしませんか。何か罰を与えるべき。ちょっとええやつ。ちょっとええやつ。ベンドさん、ミニさんで今これ誰やったっけ。ジャミ。ジャミがちょっと笑ったんで。ちょっとあチャンスアップですかね。チャンスアップですね。はい。受けるサンリオもそうわらわら。面白いよね。教えてほそね、美味しいチョココロネが売っているお店紹介して。それはパンですかね。パンですね。ああ、パン苦手ですか。いや、
チョココロネはあまり食べないです、ね、あ食べない、じゃあ細ねはパンだったら何買うんですか。パンはね私はあいやあのねやっぱクロワッサンが美味しい店が、あクロワッサンね、うん、まあベタですいません。いやいやでも美味しいですよね。そうですよね、まあ、でもクロワッサンが美味しい店はやっぱ美味しい、美味しいと思いますよやっぱり。 あのどこ行ったっけ、多分全国店やと思うんですけど、ルークロワッサンでしたっけ、はい、あなんか聞いたことある、あそこ美味しいですよね。ちょっと地元にあるんですけどね、よく買いに行くんですけど、メロンパンが好きなんでメロンパンもよく買いますね。あメロンパンね、はい、前の昨日のフェチは手だったの筋肉だったのってことで、昨日なんか後半ねちょっともうわけわからん話ばっかりしててね、ちょっとよく話の内容覚えてないんですけどまあなんか多分フェチズムの話をしたんですよ確か。あの昨日の副主任がすごいあの大変な子だったので、あのそう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 、細やん多分ご存知だと思うんですけど、あれだ、あのチンチクリンなやつでしょ、あの福ちゃん、福ちゃん、はい、福ちゃんでしょ、福ちゃんね、福ちゃん、はい、福ちゃん有名ですよ、そう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 、細田店長にめちゃくちゃお世話になりました言ってずっと昨日言ってましたけど、はい、あとあれですコジコジね、コジモ主任も出ていただいて、イケメン、ね、自称イケメンね、自称あ自他ともにじゃないのあれ自称なのそう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 、僕はあれブサイクや思ってますから、ね、悲願ドルやないかまあでもあれじゃないの、キコーナチャンネルの中では1位に争うぐらいじゃないですかコジコジさん。そうですね、コジコジとあの森口のねあの大瀬良主任は2人とも男前はあれでね、うん、ようコメント来てましたけど、なるほどね、そうそうそう、なんか皆さんの性癖というかねフェチズムを発表していただきましたけど、私は手がね 手フェチなんでっていう話をしてましたね。教えてほしいね、リラックマの中に入ってるおっさんで JP さんなんですか。あそうですよ夢壊さないで夢壊さないで、あのだから絶対に脱がないでくださいという契約です。そうですね、あの、はい、ちらっとたまにチャック見えてるんですけど、はい、顔出さないでください、はいはい、教えてほしいね、気候な無双の主人公いつ出るんですか。気候な無双、気候な無双どんなんなるんやろな、それ気候な無双ね、主役誰でしょうね、ブロック長にしときますか薙ぎ倒しますか、はい、ムキムキのアンパンマンが出るアンパン無双が出たら打ちたい、わあかんやんそれわあかんかんそれはカレーパンマンとかえらいことなるやん、はい、ジャビアで、細ね、筋肉を強調するやつをギャフンと言わせる方法あれば教えてください。あーなるほどね、そうナルシズムの人いますよね、こう自分の肉体美が好きな人ね、はい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 、ギャフンと言わせるとしたらどうしますか。ギャフンと言わせる、はいあかん、今日、あれやな、細谷店長、キレ悪いな、意外ちょっとコーヒー飲みますか、コーヒー、ベンゾー、ベンゾー今、ちょっと電話してますね、あ電話、嫁かな、分かんない、ゼニゲイバーは勝利期待度ゼロですね、そう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 、勝率がね、危険度5ですね、青森ですが、イギリストーストとか食べないんですか、何ですか、それ、分かんない、私も初めて聞きました、イギリストースト、教えてください、はい、それちょっと知りたいですね。ね、昨日は1000以上コメントいったもんねってことでね、来場600ぐらいしかなかったんですけど、コメント1500もらったんですよすごいな、そうそう小さい子ってね、 あっくんが一番だと思いますってね、あっくんが一番男前ってね、あ森口のね、あっくんです、こじこじの悪口は許しますって言われてますね、今日は魔界の花で単発 ST する食らってきましたってことでね、 お疲れ様です、本当に辛い辛い、あるですけどねこれ、まあでもいつかね、いつか満泊出ますから頑張って、出ます出ます、はい、イケメン触れてよかったね、イケメンに触れたというよりね、こうかいい筋肉を触った時は嬉しかったですね、はい、最近クロワッサンを見ると前田敦子のキスシーンが浮かびます。あそうなんですか、どういうこと、なんかあれから今前田敦子さんのねドラマやってるからそれの話かな、あ、教えてベンキーさん、トウトウのネオレストとリクシルのサティスどっちがいいトイレですかそれぞれのいいとこ教えてください、あの前も言いましたけど、はい、あのトウトウ推しなんで、トウトウ推し、はい、トウトウネオレストの方がいい、そうですね、はい、それベンキーさんは何、ベンキーなの、ベンキーですね、ベンキー評論家みたいな、ベンキーさんなってるよね、はい、そっちのベンキーなの、そうですね、教えてほしいね、 JP のチャックの中に入ってるのは誰ですか想像したくないわやめてやめて、より汚いおじさんちっちゃおっちゃんかもしれない、そうそう、はい、7点空気やなぁところ、そうそう、今回のガロっていうかね、あの初代ガロは空気だよ、主役は姉子一択でお願いしますってことで、ね、この姉子っていうのはあの今あの転勤ねもされましたけども、あ青木店長ね、
あ、目型の巨人ね。目型の巨人いや、それ言うからもうどこの放送もそれなりますよ、ほんまに。青木店長ね、目型の巨人ね。あの走ってるとこめっちゃ似てるって言われてますから、ね、あ、そうそう、似てます。疾走感すごいよね。すごいです。あ、イギリストーストは青森にしか売ってません。へー、どんなんやろう、ググったら出てくるかな。私は魔界で ST する ×4 回食らいました。つらいなぁ。つらいですね。細やんはバイアグラを個人輸入してるって本当ですか。あー、半分ほんまかもしれません。半分ほんま。遠くもなく近くもない。いる？いる？バイアグラ。ワイパー当たらないやからトークでカバーしなさい。さっきから全く喋ってませんからね。当たらないし喋らないし、ね、ワイパーちょっと MC やりますか、当たらんかったら。ほんまや、おもろ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 。500回転まで当たらんかったらあと12回。絶対当たらない。絶対当たらない。500回弱気やな。教えてまいりますキコレンジャーの CM っていつできますか。あ、キコレンジャーっていうのはね、会社説明会の履歴書たちのことなんですけど、あんな CM いるかな。いる。ちょっと気持ち悪いけどね。当たる魂教えてほそね。今サンリオ無双やってます。キティちゃんではキキララの攻撃を耐えれません。どうしたらいいですか。やってるらしい、やってるらしい。あ、やっと。あ、復活に期待してください。キキララ強いな。キキララどんなんキラキラそうな。めっちゃおもろいな。なんかついビーズだそうな。ちょっとやらしてほしいわ。大丈夫です。キティーじゃあ言うの待ってください。ガロみたいな。ああ、うん、姉子どこ行ったので。姉子はね、カノコ代かなに同義になりましたね。レギュレイスに強いのが初代じゃないと。いや、レギュレイスもね、確かリーチ弱かったはずですよ。ベンキンさんに相談。公共のトイレでウォシュレットの威力最大にするやつ殴っていいと思いませんか。あのね、それはね、僕どっちかというと最大にする方なんで。あ、最大や、殴られる方だ。殴られる方ですね。おもろいおもろい。じゃあすいません本当に。おもろい、びっくりしますねあれは。それは怖いな。怖いと思うね。まあ、たまにいますよね。ね、私それ確認して絶対あの量を抑えますけど、ね。最大でないと落ちる気がしないっていう。あれ逆に1の時とか逆にイラッとします。あ、イラッとしますね。ワイパーさんもあれか、全力というか最大にする方なんです。そうそうそう。水しぶきみたいな。水しぶき。あの便座の後ろにしぶきが飛ぶぐらいの。ああ、そうそうそう、それぐらいになっちゃう。服めんどくさいやな。ただ店帰って全突破したら時短から9連取り戻せましたということで、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。よかったね本当に。教えてほそね、もう負けるしかしない月間ですけど、キコーナは優しいですか。キコーナ優しいですよ。優しい。じゃあ神津島来ていただいて、はい、細田の看板目印に来ていただけたらと思います。はい、キコーナはアイコスの充電器ありますか。あ、アイコスってあれか、タバコの。アイコス、はいはいはい。はい、もうないやん、しどろもどろすぎるやろ。そうやん、今日めっちゃ疲れてるやん。はい、はい、コーヒー飲もうよ、コーヒー。はい、ちょっとコーヒー飲んでください。アイコスの充電器あるんか。アイコスないですけど、アイコス。お、賛成から出た。賛成からピキーンって言ってるやん。賛成から出た、賛成から。いや、うるさ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 。はしゃぐな。アイコスといえば、ベンゾー店長、アイコス愛用してます。あ、そうです、買いました買いました。これアイコスいいんでしょ。買いましたから。ええ、まあ、ちょっとじゃあ便蔵一画面にします。やっちゃった。でもアイコスって結局タバコですからね。こういうことやね。それね、タバコスアイコスしてないとみんなそれ言う。また文句や。アイコスは品切れしまくりですよ今。アメトークのセンスは、はい、そうなんや。そう、それでやってね。確かにコンビニでアイコスね置いてたけど、あれなんやろうと思ってたんですけど、そんな人気あるんや。今すごいですね。電子タバコですか。いや、あの、ね、タバコなんですよ、だから。いや、めっちゃ言うやん。なんかアイコスの話だったら途端しゃべりだした。なんかアイコスに恨みあんの。恨みはないですけど。うん、いや、僕は反対派ですね。反対派なんや、はい、なんでなんで。いや、タバコですから。どういうことやね。いや、あんたタバコ吸ってるやん。なんでなんで。え、値段はやっぱアイコスの方が高いんでしょ。そら、いや、同じです、タバコ自体は。あ、だから言うたらアメトークで言うたら第5派なんやな。あ、そうです、第5派です。第5ね。すまんの、すまんの言いながらタバコ吸ってる。なんやねん。みんなすまんの言いながら。あ、うん、同感っていう人もいますね。あ、そうなんや。半々ぐらいちゃいます今。まあ、でもアイコス充電器ってことは充電できるんですか。充電できます。15分充電して、はいはい、何
あのアンドロイドの回数制限があるんですよ。あ、そうなんや。はい、だから常に充電しとかないと、充電切れちゃったら吸えないんですよ。あ、そういうことか。はい、まあ、でも今後ね、そういう方も増えると思うんで、あれあれえ、じゃあ、あの充電器で充電できますよね。あ、できます、できます。普通のアンドロイドの携帯の充電器でできますね。あ、まあ、お店によってはね、USB の、 あのチャージャーついてる店とかもあるんで、それでいいのかな。でもこれからはそれがね、ちょっと待って、ちょっと待って怖い怖い怖い、ほら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 、ベンゾさん、外れたほらほら、ちょっと待って、外れためっちゃ静か怖いナイスキャッチってね、癖がすごい、もう最悪。この前のアメトーク見たって言っていますね。あれ面白かったですね。あ、でもこれね、お客様にやっぱ聞きたいですけど、そういうアイコスの充電器とか置いといてもらった方がいいんでしょうかね。これから必要になるかもしれませんね。まあ主流になるかもしれませんね。神戸島店は充電できますよ。あ、そうですね、 USB チャージャー、はい、なるほど、ありますからね。なるほど、ダサ、しょうもな、なんだダメじゃん、しょうもな、おすやん、メガネ割るぞいや、俺のメガネ割らんといて、ね、私も初代で酸性柄外したことあるわって言ってますけど、いや、厳しいですね。厳しいですね、これは。はい、これ初代の。サンリオのダンサーもお姉を告白したそうですが、細姉はいつカミングアウトしますか。いや、もう言うてるやん。言うてるやん。女が好き。細姉言うてるやん。ね、キティちゃん引っかくんかなって。あ、サンリオ無双ね。キティちゃんどうなんでしょうね。こんな長い剣とか持ってるかもしれない。めっちゃ怖いな、ね。冬なのにウォシュレット水の時切れていいですか。あ、できたらお湯がいいよね。はい、最大はケツの穴傷つけるよって言ってますね。教えてほしいね。今磯の毛無双してるんですけど、カツオでは花澤さんが倒せません。誰が勝ってますか。ちょっとそれおもろい。おもろいな。ちょっと無双シリーズおもろいな。無双シリーズ、しかもちょっと想像してしもたもん。絶対勝たれへんやんってやつは。勝たれへんかよね。花澤さんやったらもうどうなんでしょうね。サザエさんぐらいじゃないと無理なんじゃない。磯のあかんとか言われるね。やっぱお姉さんじゃないと勝てないんじゃない。おもろいおもろい、ね、穴傷つくと地になる。おもろいおもろい。復刻でも新滅あるからいいね。ウォシュレットをまず使えないって言いますね。無双シリーズおもろいな。教えてベンキー店長、ドラえもん無双やってたらドラちゃん課長出てきたんですけど、どうしたらいいですか。ドラちゃんと誰って。ドラちゃん課長ってあれさ、塩枠課長代理。昔ドラちゃんでやってたんでね。はいはいはい。リアルドラちゃん出てきたけど、どうしたらいいですかって。コスプレしてましたね。コスプレ、ね、やってましたね。あれ気持ち悪あれやつね。思い出した、はいはい、今気持ち悪。そうにーって笑ってるけど目笑ってないやつ、ね。はいはいはい、怖い、うん、そういう時は回避してください。勝てないから、はい、一回本体の電源落としてください。、ね、カビカビやっちゃった、はい、家のオシュレット未だに怖くて使えてないって言ってますね。そうね、オシュレット苦手な人もいるんか。切れ字ですね。切れ字。イギリストーストは食パンにマーガリンとグラニュー糖がサンドされた菓子パンです。全国的にはマーガリントーストと、称されてます。扉が開いております。ワイカさん大丈夫。リフトがついてない。ちょっとトラブル。あ、トラブル、ちょっと待ってくださいね。今日は誰も当てる気ないのかな。いやいや、そんなことないです。そんなことない。当てますよ。ホスヤンが行方不明でありましたけどね。え、ホソヤンがどっか行方不明。あ、ほんますね。はい、どこ行った。わかんない。多分ね、今ビリビリって言ってるから遠くに行ってると思います。あ、はい、トラブルってね。当たり中は何ゲート選びますか。私はお助けあるやついつも選びますって言われてますけどね。僕はもうやっぱ安全を最優先しますんで。なるほど、はい、安定をね。お助けもね、面白いですけどね。3つ色が揃ってる時が一番いいですね。そうですね、もう安心できるんで。もう確定ですからね。そうですね。赤ゲートは選べなくないってね。失敗すると牙だから。あ、そうそう、赤ゲートもほんま選べないですわ、ね、そこそこ赤ゲート確かに怖いね。ビビるんですよ。レギュレースはロッテの小坂並みの鉄壁の守備やな。間違いない。懐かしいな、小坂って何年前や。私も初代で、三世柄外した、ね、三世柄に謝れ。三世柄とかゼブラとか確定にしてほしいと言ってますけどね。そうですね。まあでも確定にしちゃうとね、レインボーの価値がなくなっちゃうんでね。難しいところですね、これ。言うてでもめったに出ないですからね。出ない。三世柄外したくないわ。細田店長痩せたねと言ってますけど、細田店長でももともと細くない。細田店長もともと細い。いやでもね、はい、昔に比べてやっぱ痩せましたね。あ、そうなんですか。今ほんまにコーヒー飲んどったんすよ。え、嘘。ほんまや、ほんまや、ほんまや。もう細根コーナー始まるんじゃないですかこれ。コーヒーこっち持ってきて飲んだらいいのに。ね、煙ないタバコいいなって言われますね。
教えてほそね、サンリオもそうでマイメロの衣装が可愛いですって思うんですけどもう出来上がってもらうじゃないですか、ね、教えてどころじゃないやん、はい、いけそう、大丈夫ですか、酸性柄の期待値って低いんかなと思ってますけど、でもあんまり出ないから熱いんじゃないかなと思いますけどね、細ね教えてください、酸性柄外す人はどう思いますか、持ってない、持ってない、今日はちょっとワイパーの呪いがそうひどい、うん、ちょっとひどいような気がする、トラブルがひどい、トラブルがひどい、弾が流れてない、大丈夫、こっち弾が飛ばない、飛ばないもうひどい、少々お待ちください、はい、放送事故も完全に何の放送やこれってなるんですトラ柄は外したことないんですが確定ですか、あこれは機種によるんじゃないかな、乳銀のトラ柄は確定だと思いますね、乳銀のトラ柄確定だと思いますね、はい、平和は激アツぐらいですかね、そうですね、はい、タバコで灰皿に火ついたまま放置、隣でハンドル持つ手の近くに熱いマジ切れって言ってますね、あそれね、あ隣のね人のやつかな、アイコスにしたらそれがなくなりますから、あじゃあちょっとアイコス推奨の電動電池をね、はい、言いますけど火を使ってないですからね、あなるほど、まあ電気だからね、シューマイみたいなもんですよそう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 、蒸しタバコ、あそうそうそう、ケロケロケロってなってます、絵本賛成は 50% もないよって言ってますけど、あれは展開ではちょっと当たってほしかったな、そうです ね花沢さんお嬢様やぞって、ね、カツオ君で中島君に会うと野球に誘われてお前ボールなって毎回ボールにされるんですけどどうしたらいいですかそれ何演出演出かなそれちょっとめっちゃ重いな期待度何パーなのそれこれ完全になんかあれやんかスネ夫と伸びたのなんかやりとりみたいになってますけどねおもろいなそのコメントさっきから細ね気候な無双でコマコマ倒してもコインが増えませんどうしたらいいですかコマコマというのはあ寝屋川みなみの今主任になりましたねよう出てきますよねそうもともとね神津島にいてで多大にいてでその後寝屋川に行ったらしいんですけどあの当時の神津島はあの坂原ブロック長だったそうで、はい、かなりトラウマがあったそうですけど大きい声で言えへん、はい、あの細々とね言うとじも、花澤さん不動産屋の一人娘やぞって言われてますけど、ね、そうそうお嬢さんやね細谷はボシュレットしに行ったんかなと言われてますけどほんまにコーヒー飲んでたらしいです細根教えてください今アンパンマン無双やってるんですけどバタコさんの強さが異常すぎますバタコさん人選が完璧っすねバタコさん確かにな人のチョイスがすごいフィクサーっぽいもんな強そうやなバタコさんの必殺技教えてくださいじゃあ細根教えて気候な無双してるけどコマコマ VS 福ちゃんに発展してしまってどうしたらいいですか気候な無双はようわからんわ気候な無双なあ姫路 VS 寝屋川みになってますけどねなるほど、エンデック無双では前々に勝てるキャラいるんかなあ探したらいるんじゃないですかねおレイモンさすがプレミア出ましたねありがとうございますいやー弁当選手は引き持ってるなやっぱりやっと当たりましたねじゃあここからですよね、まあ、50% 入れないとダメですけどいやもうサンズガラでリーチしますからあここもレインボー、はい、いやワイパーがまた羨ましそうに見てるしこれもう魔界らしく確定してるからね横目すごいな魔界チャンスかワイパーさんねちょっとだけで顔見えてるんですよカメラでめっちゃ見てんの面白いすごい目されてるめっちゃふてこいめっちゃおもろいわ玉はい、はい、上げるヤギが復活するのパターンですよ ね、はあ細根を教えてドラえもん無双やってましたスネオがジャイアンにゴマすりしかしませんどうすれば勝てますかスネオを使うべきじゃないよねどういうシーンスネオをセレクトしたのがダメですよ そ, うです、ね、そもそもまだ違いですよね、はいはい、なんか昨日のドラえもんでスネオがめっちゃイケメンになってたって言ってねツイッターでめっちゃ話題になってましたけどはい教えてベンキー店長かた、かっこいいブーメランが手入れしたとって本当ですかかっこいいブーメランかっこいいブーメランかっこいいブーメランって何何ですかそれわかんないちょっと私もわかんなかった細やんが太ったら太やんになるんですか名前も変わったんです太やん細いから細やんじゃないねんけどねそう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 、まあ、あのまあまあ名字が細だなんで太だぎになりますかねじゃあ教えてほそね、ベッキー無双のエンディングは引退ですかベッキー無双なベッキー無双また帰ってくるんちゃうかな、はい、じゃあ細やん太らせ計画しようってやってますね
私あれあのもう何ですかね、10代20代からずっとこの体型スタイルなんで、まあ、あんまりもう、はい、じゃあ変わんないかもしれないですね。ブーメランの影響で細根のデブエット賛成からまた復刻で外してないと言ってますね。じゃあ放送は毎回放送後にラーメン2杯食べてください、お願いします。放送後にラーメン2杯、まあ月1ぐらいですけどね、月1ぐらいでちょっと太らないかな。細根教えてください。カスカベ無双やってるんだけど、マサオ君にはネネちゃんが倒せません。攻略法教えてください。それへんおしんちゃん、カスカベ無双言うなや。カスカベ、お前、クレヨン無双とか言ったらカスカベ無双。カスカベ。埼玉、埼玉。まあ、わかる、わからんでもないけどさ。ひねってきたな。今、ジブリ無双やってます。トトロでは、これ何やったっけ、オウムに勝てませんか、どうしたらいいですか。オウム言ったらオウムであれや、ナウシカのやつでしょ。そうトトロでは勝てないかな、勝てんのかな、そもそも、ねええー、教えて細根、明日4時起きなんですけど、おすすめの起き方教えてください。え、おすすめの起き方おい、聞いとけ聞いとけ話オフなっとるオフなっとるコーヒー飲んでオフなっとる、ほんまやリラックスしすぎやどうやったら、どうやって起きたらいいですかって言われてますけど、明日4時起きでしょ。朝4時起きってもう、じゃあもう起きとったら、起きとったら寝ないっていう選択肢しかないでしょ。まあねえ、あ、ちょっと待って、細谷また次回予告来てますねこれ。お、あ、その演出は外れますよ一応金シャンから次回予告ですねこれ。当たら、あ、でも撃破、これ当たったらまたワイパーさんだけ当たらへんやん。大丈夫でしょ。大丈夫、はい、あー、エンブレムやばい、5連しなかったら罰ゲームお願いします。ガロ放送当たり見せてね、ね、まあ、ちょうどね、面の天井当たってますんで、そうですね、右打ち中ですね、当たってますよ。賛成から外した台が当たった、で復刻なら当たるかもーとかでね、当たってましたね。覚醒バタコでしょ、あれは異常、アンパンマンバタコさん妖精らしいからね、妖精なんや。チーズはバイキンが、あ、バイキンマン側らしいってね。82パーだから続くんだろうね。あー、弁当さんね、続くと思いますけどね、魔界これがね、なかなか。じゃあここからあのバトル魔獣ゲットできますわもう安定をね、安定を狙って求めてますから、はい、ホラーバトルね。まあ一応、まあでもね、どうやろう、クマとか出てきたらね、嬉しいですよね、森の。これはこれやばいやつ、やばいやつですね、これメシア、メシア、いきなりいきなり4つ来てるよ、やばいやつですね、やばいですねこれゼニゲイバー来いって言われてますけど、エンブレム2回は確定ですかって言われてますけど、エンブレム2回、あのシャンシャンってやつ確定ではなかったんじゃないですかね。だからどこが安定してんの、弁当店長って言われてますけどあのメシアはやばい、入った時に決まってんねんさっきの歌男やったぞ、弁蔵って。おお、細谷店長当たったじゃないですか。やっぱりね、復活復活復活しましたわ。ということで今日もワイパーさんやっぱり当たらずこのお決まりのパターンは何やろうな、すごいな、何なんですかね、小豆島ストーリーできすぎでしょ最強ホラーメシア、言われてます。タケノコの里無双のキノコの山との最終決戦が映画化するって本当ですか。あー、タケノコの里のね、キノコの山はどっちもファン多いからね、どっちが勝つか分かんないね。こんばんは、岡山から見てるから皆さん頑張ってくださいということで、特にワイパーさん頑張ってください。イエーイ、お、復活、あ、すごい、耐えた怖いわ、もう隣の人隣の人ね、ちょっと隣に座ったお客さんがこんなんやったら嫌やわ、お前恨めしそうにね怖いわ、確変やん、ベンキーさん、あのね、復活、あの、耐えましたね、耐えましたわ。ここで細田店長も入ったら面白いけどねどういう意味ですか。いやいや、ワイパーさんね、頑張らないと。気候な無双でベスカー選んだら毎回全て空気が重くなる演出ばっかり出るんですけど、どうしたらいいですかと言われてますけどねじゃあちょっとウェスカーは選ばないでください、うん。魔人出るまで魔界で牙が出れば継続が確定ですね、はいはいはい。細根、コナン無双でラン姉ちゃんが強すぎて勝てないんですけど、どうしたらいいですかそこはあのあれでしょう、あの、はい、あの子にせなあかん、あの子誰でしたっけ、あれ
あさみちゃん、あさみちゃん誰でしたっけ、あの、まあまあ忘れた。まあ、ランネイちゃんはね、もう空手の達人ですからね。そうですね、はあ、ダメでした。あ、ダメでした。全然あかんっすね。まだでも最後の方とか復活なかったっけ。ほらほらほら、復活した。うーわまたワイパーさんだけや。ああ、その子ですか。でもその子ちゃん、その子ちゃん、その子ね、ランちゃんの友達ですよね。そうですね、金持ちのお嬢さん。イケメンは西島光が役の小西涼子。そうだね、かっこいいね。キャバクラ無双してるんだけど、細やんがキャバ嬢お持ち帰りできません。あー、アフターがちょっと無理ってことかな。それもおもろいな。ねえ、細でマリオ無双今やってますけど、これは全部同じですね。全部一緒っすわ。いや、安定のお助け登場ちゃいますか、これ。あ、お助け来るかな。これね、お助け一応ワイパーさんのミッションやったんですけどね。そうですね。はい、あれ普通に牙で、違うわ、牙やった。ワイパー、ワイパーって細田はしゃいでいいぞってやってますけど。だから上から。上から。めっちゃ上からやな。呼び捨て、呼び捨てすごいわ。教えて細ねって、ね、マリオ無双やってるんですけど、ハンマーブロスで苦戦します。言いさくないですか。ハンマーブロスでずっとこうやってハンマー出てくるやつ。いや、ちょっとすいません、サザエさん無双で新しい体験教えてください。サザエさん無双、ツボなんで。ツボやった。ね、ジブリ無双激アツなんやろうって言われてますけど、ジブリ無双ね、なんでしょうね。顔なしとか出たら熱いんかな。細ね、ジージ無双ってくどい演出ばっかり続くって本当ですか。あ、続きますね。続くんや。絶対やりたくないよね。マルちゃん無双してるんですけど、タマちゃんがとうとうマルちゃんに切れてしまいました。切れたタマちゃんはめっちゃ怖いです。おもろい、おもろい、おもろいですね。いつもね、タマちゃんいい子やからね、はい、自分が悪い悪いって言うんですけど、ついに激切れしたんやな。怖いな。それも逃げるしかないやん、絶対。ザーって言ってるでーってことで、これ弾の循環モードですね。はい、どこがんって最強ホラーベッシュよ。北斗無双があるから刑事無双も出るって思ってていいんですかと言われてますが、どうでしょうね、作者次第じゃないんですかね、予定調は。細ね、スマップ無双やってるんですけど、ゴロちゃんが一切戦おうとしませんが、どうしたらいいですか。ゴロちゃんは自分で戦うキャラじゃないよね、確実にね。エンブレムねってガロチェンジしたら2回、私の中では鉄板ですってことでね。今回の演出ガロチェンジありますもんね、確か。ガロチェンジ、リーチが格上になる、はい、そういう演出もあるんですよね、はいはいはい。当たったら罰ゲーム、当たらなくても罰ゲームでお願いします。結局どっちも。 AKB 無双してるんですけど、全員同じ顔に見えます、どうしたらいいですか。興味ないやん。興味ないね。ね、言われてますね。今来ました、皆さんこんばんは。で、ありがとうございます。昨日ガロ36連、かっこ隣がって言われてます。つら。一番嫌なやつだな。よう数えてたな、隣のだよ。ねえ、箱数えてたのか、表記を数えてたのか、どっちなんでしょうね。細根教えて、爽やか3組無双が全く面白くありません。中学生日記無双の方を買えばよかったですか。もう分からへん、分からんな。これあれですね、 NHK ですね。 NHK か。小学校の時とかよう見てたけどな。ワイパーさん5分以内に当ててくださいって言われますけどね。怖い怖い、ね、みんなおもろい。牙でも継続確定ですね。そうですね。細根助けてください。テクキャバ無双してるんですけど、便蔵が指入れてきます、どうしたらいいですか。なんでそのセク女の子の方なの。やめよう、マジで。ほんま、助けて言われても。細根助けてくれんのかな。めっちゃウケてるやん。指は入れたかん言うて。あ、ダメダメ。おもろいな。めちゃくちゃやな。当たってないの誰ですかってことで、左下のワイパー趣味ですね。当たるって何なんですか。当たるって何なんですか。隣の天井陣に聞いてください。これ当たってる。当たってる。あ、細田天井も今当たってますよ。教えて細根、気候な無双で細根対刺激で、刺激がモノマネとぶっ込みで勝てないんですけど、どうしたら勝てるか。刺激のモノマネでは勝てない。勝てない、はい、最強説出てますけど、はい、青山マネージャー来たら勝てるんじゃないですかね。あ、勝てますね、はい、確実に勝てると思いますね、はい。三河屋ですってサブちゃんが来たら、波平が出入り禁止だって怒るんですけど、どうしたらいいですか。なんか武器商人なの、三河屋さん。武器商人。出入り禁止って。おもろいな。
はい、マルちゃんもそうで一番強いので野口さんですかって言ってますけどね。あー強そう。確かに陰キャラやから強そうやな。花輪くんとかも強いかもしれませんよ、はい。皆さん教えてください。13年目の旦那とうまくいってません、なんか仲良くなるにはどうしたらいいですか。結構ガチの相談じゃないですか。恋愛相談室になってる。13年目か13年目。どうですかね、倦怠期。ご飯もや、13年目です。細谷店長にお任せしますわ。あ、細谷店長はトータルなんね、なんすか、もう一緒に。トータルで言うと17年ぐらいか。あ、17年。あ、パイセンじゃないですか。パイセン、めっちゃパイセンですね。どうですかね、うまくいくコツ。あ、まあ我慢ちゃいます。もうそれに尽きるみたいな。もう家やったら別れるしかないってことですかね。なるほど。ベンギーさん、お尻に優しいトイレットペーパー何かありますか、教えてください。メーカースコッティでいいんじゃないの。スコッティか、はい、ネオセピア。あ、そうもいいですね。レピアか、レピア。なんで一巻き1000円ぐらいするトイレットペーパー。一巻き1000円。鼻セレブみたいな、尻セレブみたいな。それは聞いたことないけどね。まあありそうですけど、まあでもトイレットペーパーはダブル派ですね、私は、はい。そうですね、シングルはもうちょっと勘弁していただきたい。シングルはちょっと切ないですね。細音教えてほしいんですけど、アフターのアフターってありなんですか。アフターのアフターってそれはまあ相手次第ですよね。相手次第ですって。はい、木村もそうやってて、萌ちゃんが強すぎて勝てません、どうしたらいいですか。あ、ピップエレキ板貼ってください。キャバクラ無双も同じ顔に見えそうですねとしますね。どうなんでしょうね。ラブジョー無双。ラブジョー無双ね。タラちゃん選んでお助けでイクラちゃんが出たら、はい、ちゃん、バブーしか言わずお助けになりません。キレていいですか。キレてください。タラちゃんな、でも意外に強いかもしれんで、はい、イクラちゃん。イクラちゃん、細いアンデージョ、これ確定じゃないですか。はい、確定です。全部一緒でしたね。だから僕はもう当たるんでね。あー、当たる、はい、ワイパーが当たらないだけやもん、ね、自分のミスやったら当たるんですわ。また言うと、また牙やけど継続ってやつね。マルちゃん無双でタマちゃんがメガネを外して、私は何度でも繰り返す演出が出ました。熱いんですか。激熱そうですね、熱そう、うん。サザエさん無双に新展開です。タラちゃんがさらわれたワカメを救うべく堀川君を倒すアナザーストーリーが配信決定しました。それ違う話になってるやん。もう全然違う話じゃない。タラちゃんがタラちゃんが救いに行くんやん。強いな。もう1時10分過ぎてるからワイパーそろそろ当てようや。かしこまりました。592回で、ああ継続確定ですわ。あ、いいですね。やっぱり継続率高い台は面白いですね。そうですね。はい、細姉の助け舟多すぎて笑うわ。そうそう、神津島こういう放送ですね。また牙出てくる。許して細姉、お腹空いたからラーメン食べます。食べてください。食べてください。細姉、青木天井ってサイボーグなんですか。いや違います。違う、メガタの巨人です。メガタの巨人。確かにメガタの巨人はサイボーグではないです、ね、はい、そう、同じが弱点です。そうですね、はい。あ、さっき の13年目 ね、あの結婚生活の方にこうアドバイスくれてる人いますね。お、世界の下着でなかなかな下着で旦那を責めてみるって言ってますけど、それ細谷店長奥さんにされたらどう思いますか。いや、もうちょっと本番もごめん。本番ごめん言うてもな。もう受け入れ拒否やないですか。もうごめんなさい。そうか。あ、でも13年目ですが、私は32歳ですよ、ちなみに。じゃあ、若かったんや。まだ大丈夫ちゃいます、その先の取材やったら。旦那さんいくつなんですかね。そうですね、年上なんかな、だいぶ。どうなんだろう。細ね、いくらちゃんではいささか先生に歯が立ちません、どうしたらいいですか。いくらちゃんといささか先生って備え設定ないですね。そうっすね、はい、浮江さんで今度無理なんちゃいます。はい、男がいる雰囲気出しとかどうですか。あ、焼き餅焼かせるってこと。あ、なるほどね。どうなんですかね。どうでしょうね。それは微妙ですね。ちょっとリスキーですよね。うん、それがこう当てはまる旦那さんやったらいいけど、なんかもうとんでもない方向に行っちゃいそうな感じもするから怖いな。ね、めっちゃギャンブルっすね、ここ。まあ、旅行行くとか一緒に出かける回数を増やすしかないんちゃいます。あーはー、ガチガチでベッド店長はおっしゃってますけどね。そう、まあ、ベッド店長は、ね、大丈夫っすよね。あ、僕はもう単身不利なんで逆にね安定してます。安定してるやん、はい、一緒にいない方がお互い干渉し合わないみたいな。
それええの大丈夫そうそう、そっちの方がいいです。ええんかな、はい、別居が一番いいです。別居が一番いい、はい、週末婚ぐらいでいいですか。そうですそうです、1ヶ月1回婚ぐらいがちょうどいいです。それ結婚してる意味大丈夫嫁には結婚してる意味あるってよく言われます。それは言われるよね、はい、まあ、でもね、離婚して母子手当欲しいというあ、そっちの方が奥さんは安定するのかな。そうみたいですね。家もあるしってことだから。そう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 。それ旦那切なすぎるやろ、はい、ふざけるなよ父親がさて還暦を迎えるのですが、何が喜ばれると思いますか。還暦の3人教えてください。誰がやる誰がやワイパーまで還暦になってるやん。一人しかおらへんやなんか還暦一人だけおったんや。誰がおったわ誰が長老おったな。還暦店長、うん、長老おったな。長老、はい、還暦ね、何人喜ばれますかね。あー何あげたっけな。あ、お父さん還暦迎えられる。還暦とかじゃないっすねけど、あ、お父さんが喜ぶもの。喜ぶ、あのね、おじいちゃんが80歳の時に、はいはいはい、日本酒あげました。あー日本酒、はい、まあ、お酒好きな人だったらね。お酒好きな人だったら日本酒とか、あとなんかネームが入ってる湯飲み。あ、いいかもいいかも。そうそうそう、とかおしゃれですね。喜んでましたよ。まあね、やっぱりもらえたら嬉しいと思いますけど ね、 そうですね。まあ気持ちいいかなと思いますけど。あ、財布とかどうですか。財布な、意外とね、あの年だったらもう買えないですからね、うん、財布。あ、そうそうそう、私もなんか父親の誕生日の時に財布あげましたけどね、はい、喜んでたけどな。小沢店長にね、はいはい、昔小銭入れ2回ぐらいあげたんですけど、小銭入れめっちゃ喜んでますからね。そう、今も使ってるんですか。あ、使ってますよ。あ、そうそうそう、大事に使ってるんや、はい。1回目にあげたやつ、ほんま何年かぶりに見たらボロボロになってましたから、ね、あ、じゃあずっと使ってはったんですね。そうそうそう、いや、そういうの嬉しいですね、なんかね。嬉しいですけど、ちょっと引きましたよ。引くやん。いや、もう店長やから言うて。じゃあ、ちゃんとしたの使いや、そう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 。もう新しいの買い直して、またあげましょう。なるほどな。父の還暦に赤いふんどしをプレゼントしようとしたら、周りに全力で止められました。まあ、それと別で何かやったり。まあまあまあ、まあ、赤いものとか言いますけどね。そうですね。森井像全然当たらないよ。でも、森井像当てようとしてない。酒好きだったら森井像とかあげたら喜ぶよってね、言われてますね。波平 vs 海平、どっちがどっちか分からなくて操作ミスしまくるんですけど、どうしたらいいですか。それおもろい。ですね、髪の毛の本数やもんね。画面で見たら分からへんな。究極奥義でカットインの時ぐらいしか分かんないんで。あ、こっち1本やったみたいな。そうそう、結婚的みたいな時に。そうそうそう、分からへん。あ、分かる、離れてた方がいいってね。分かる、ボス手当欲しいっていう人いますよ。あー、みんなそうなんでしょうね。みんなそうなんでしょう。結婚生活は何なんだろう、本当に。単身赴任してたらね、やっぱ生活費がね、はい、1.5 倍くらいかかるんで。まあね、通常よりね。そうですね、まあ旦那さんの分プラス、ご家族分がかかるからね。だからそれがよっぽど嫌みたくて。ああ、それはお金かかるわな、はい、お金ない時もまず僕の小遣い削ろうとしますからね。他にあるやろよって。奥さんしっかりしてんな。ね、ケツセレブ。教えて弁当、お金は優しさで解釈していいんですか。優しさで解釈はできないですね。できない、はい、らしいですよ、解釈しちゃダメらしい、そうですね。男がいる雰囲気。カツオ君ね、ボーナス入ったら速攻波平出てきてバッカモンって怒られてボーナスが終わります、どうしたらいいですか。表現がおもろすぎても野牛無双は唐揚げスペシャルと大好てください応援室が出れば鉄板ですか。野牛さんね。はい、鉄板ですね、はい、あ、ネピアにお尻セレブあるよ、出てますね。これが1000円ぐらいのやつかな。めっちゃ欲しい、それ欲しいやん、はい。まあ、でもウォシュレット最大やったらお尻だいぶ傷つけてるような気するけどな。車内販売でね、よく連絡取る友達の携帯の登録を男の名前に変えてみるとかどうですか。あ、やっぱね、女の子やけど男の名前にしとくってこと。リスキーですよね。リスキーやな、それ。なんか波立てんでいいやんって思うけどな。いや、まあもう真面目にね言えば、まあ、そら、なんてやろ、干渉してへんかったらな、あれやけど、そうそうそう、見られた時ほんまになんて言っていいかわかんないもんね。干渉し合わないのと、はい、感謝の言葉を口に出すので十分ですよ。あ、感謝の言葉ちゃんと皆さん口に出してるんですか。出してますよ、僕。あ、弁当さんは出してる。はい、弁当さんの奥さん怖そうやもんな。めっちゃ怖いですよ。はい、ワイパーさんはちゃんと感謝の言葉は伝えてるんですか。はい、
はい。二言で終わった。はい。はい。しかも元気めっちゃ良かった。ちょ、はよ当てて。ほんま、ええかげんせえよ、ほんま。もう、そやもう5連いってるやん。また当たるやん。そう、僕ももう6回目ですからね。すごいな。ノルマ達成やん、完全に。ワイパーさんほら、まだって言われてるよ。まあ少々お待ちください、はい。ホテヘル無双でベンゾーのチェンジラッシュが強すぎますデキニーですチェンジラッシュチェンジラッシュチェンジですごいな、うん、なんか寝屋川みなみの副主任はノーパネルあ、じゃあパネル見て絶対買えないらしいんですけどねそうノーそうそうパネルノーチェンジって言ってました。あ、そうなんです。誰が来てもお相手してもらうらしい。もう選んだ以上は。そう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 。なんか最近なんか実物の女の子見てもパネル越しでしかなんかいいのがわからんとかわけわからんこと言ってましたから。何言ってないの。おかしなってるよね。ちょっと目がねちょっとおかしなってるよね。攻略頻度としてはタラちゃんとイクラちゃんはフュージョンできます。おおすごい。して強なんのかな。ちょっと言葉覚えるぐらいちゃうもん。ね、友蔵心のポエムリーチとかあったらあうさそう。あ。いいですね、ベノテーションもね。あいやワイパーさんの台だけ静かやな。ほんまに1年2回までしかしないですよ。ねえ。ほんまや、第2週続きだ。ほんまや。タラちゃんとイクラちゃんは最後。ここはハードルが重いからね。そうですね、エンブレムがね、誤ったらダメだ。当たるとかいう場合ちゃうからね。エンブレム合体した ?1 回でも。いや、してないです。ああ、じゃあもうそれでいいよ。ああもうそれミッションミッションそれでいいよ。あとはあれですね、魔界チャンス入ってからのお助けですね。そうですね、うん、魔界チャンスでしょ。はい、知ってます。当たらんとね。初当たりすら知ってる。初当たり遠いなほんま。だからエンブレム合体させたもんそれで OK にしました。ワイパー3台は明日の俺たちの台ですって言われてますけど、ね、今温めてますねきっとね。そうですね、明日のお客様のために。そうです。細ね、金八無双の金八先生の一期当選が神を駆け上げるというのはどう思いますか。よう出てくるなもう。すごいな。すごいですね。細ね、カフェ無双でタリーズではスターバックスに勝てません。どうしたらいいですか。でもタリーズコーヒーってあれなんでしょ、本社伊藤園なんですよね。へえ。この間私も知ったんですけど結構母体大きいよ。本当ですね。まあまあスターバックスの方がお店は大きいけどね。うちの旦那下着なんかリアルに見ないって言われてますね。あ、そうなんや。もうあれかな、いて当たり前みたいになってるからじゃないのかな。だからなんか奥さんは下着の姿を見せない方がいいらしいですね。はいはい、あ、ちょっとねこうチラリズムじゃないけど全裸にもあまりならん方がいいとか言いますね。ならん方がいいらしいですね。そうなんかな。あ、旦那11歳上。あそうか。それでも43でしょ。細田店長そんな変わんないんじゃないですか。そうですね、はい、どうですか11歳年下の奥さん。あーどうやろうな。今日キレ悪いなあの人。ほんまにキレ悪い。どうしたんですか。どうやろうな。ほんま今日も連勤。いやいやいや、もう仕事中ですよ。仕事中言うて。お願いしますよ。スイッチオフなってるよ。やる気スイッチ押して。ほんま連勤。CR サザエさんで主人公がカツオでガロファイナルみたいにお助けアイテムが3つ、かっこ波平サザエ花沢さんという演出が決定しました。激アツやないか。花沢さんは最強でしょ。ねえ、逆に毎日ノーパンノーブラでいるとかどうですか。いやいやいや、ラ族やね。ラ族やな。すごいなそれ。波平 VS アナゴさんでアナゴさんが笑いを波平しか言いません。どうしたらいいですか。怖いわ。出かけるとかどこにとか、あ、どっか出かけたらいいやんってねおっしゃってましたけど、どこに出かけたらいいとか言ってますけど、なんかちょっとご飯食べに行くとか。いやもうそんなんでいいと思いますよ、ね。まあ、旅行とかちょっと難しいと思うんで。そう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 。なんか共通の趣味とかないのかな。あったらね、なんかそれしたらいいかなと思うけど。そうですね。はいはい、なんですか、まあ、リアルに、はい、なんか聞いたことありますけど、ラブホテル行くとかね。あ、でもそれいいらしいですね。だからそういう話は聞いたことありますよ。はいはい、それはシチュエーションを強引に変えるっていう。あ、なるほどね。日常から非日常に変えてみる。これでも誘いにくくない。そうそうそう、行くまでが大変なんですけど。あ、ちょっとじゃあ細田店長一回ちょっと薬の放送までにやっておいてもらって。お断りします。なんでやそれちょっと追跡カメラ持っていくんで入っていくところを盗撮するっていう。ちゃんとね、はい、それ放送で流すっていう。いやです。いやで
ね、ゲス抜きやってほしいな、おもろいな、ね、面白いね、はい、卒論提出しようとやってますけどねまあそれは最後の最後かなと思うけどな、何よダメなの、うん43なのと言ってますね、あそうなんよ、まだ43やったら若いけどね、全然若いですよね、うん、私結構おじさん好きなんでそういう年上の人いいなと思いますけどね、はい、その情報いらんな、はい、ほんまに一応言っとくわ、はい、出てますけど、次回予告でカツオたたきになる、わかめスープになる、船沈没するが出ました、プレミアですか、あおもろい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 ザブトン1枚座布団1枚いる座布団言われてますね、教えてほしいね、お笑い無双でさんまさんにどうしても勝てません、どうしたらいい勝てないでしょうね、さんまさんに勝つとしたらもうタモリかタケシ召喚するしかないでしょう、そうですね、ビッグスリーやもんね、はい、無双の、味替えでノリスケの野望をやってるんですけど、海山商事を、没落することはできません、どう攻略したらいいですか信長の野望みたいになってるやん、シミュレーションゲームになってるやん、エンパイアーズみたいな、陥落させなあかんやん、海山商事エンパイアーズみたいな、ねえ、いやペット飼ってみたらってね、会話増えるかもよーと言ってますけど、どうですかね、ホセンジェちゃんちね、あのワンちゃんいますけど会話増えますか、あおい聞いてない聞いてない聞いとけ聞いとけまあ子供とかペットいたら会話増えるって言うけどどうなんでしょうね、この辺うちの両親はやっぱでも犬飼ってから仲良くなってますね、あそうですか、うん、犬をおらんまではごっつ仲悪かったんですけど、あ、うん、まあやっぱり変化でしょうね、そうですね、そ共通のものがあるから、そう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 、ね、まあ、家帰ったらまた1匹増えてましたからねどこで拾ってきたんやみたいな、お前どんどん増えそうですね、そうそうそう、26年目なんですけどなんで一緒にいるのか未だに分かりませんでしたそれはみんな一緒それはみんな一緒、うん、まあね、もう今はでもね、もう何やろう、1日に 何組も離婚する時代だからね、そうですね、そうですね、まあ無理もしなくてもいいけど、まあ一緒にいた方がいいんじゃないかなとも思うけどな、どうでしょうね、森井蔵うちの会社社内販売で買える高いよってね言われますね、久々に来たら前目がメガネって言うと、今日はメガネです、サザエさん無双でマスオ太鼓と浮気って表面が、あ裏面が出てきたんですが、これ裏物ですかいやいやわ、やめとけでポニテ VS ツインテールでやってるんですが、どっちも好きで戦えません、攻略法教えてくださいじゃあショートカット、ショートカットだそう、はい、ワイパーさんまだって言われてますけど今日両隣に若いイケメンが座ってて超緊張しました、あお客さんかな、はいはいはい、まあ確かにね、なんかかっこいい人とか横おられたらちょっと緊張しますよね、台はゼロだったからイケメンだらけやったから嬉しいってことですね、ワイパーさんは通常を見せるためにわざと当てないんですね、そうですよそうほんまにひどいな、ほんまや208分の1ですよ、ほんまやわ、分かってます、1時半っすよもうあちょっと僕には重いですね、200どういうことよ、あまねじでも重かったもんねだってね、まあ、何で当てれんねんほんまや、電車で横に JK が座ってきたらなんか社会に認められた気がしません、わかりますよねワイパーと言われてますけど、あそうですよね、はい、でも電車乗ってて横に JP 座ってきてもあれですけどねおもろいおもろいおい大喜利みたいになっとるやないかおもろいおもろい何狙ってきてんねん、今のはおもろいあのたこ焼き無双でタコタコが強すぎるんですけど、助っ人に村井監督と大ごとネタぶち込めば勝てますか、勝てる勝てる大丈夫、うん、あと彼女ネタぶち込んだら勝てると思う、教えてほしいね、マジカル無双で所さんに勝てません、どうしたらいいですかマジカルバナナみたいになってるやんおもろいな、夜の細ヤン信玄に3対1の戦いはありですか、細ヤン信玄ね、綺麗いいんかわからないですけどね、ペヤング無双はパンダを助っ人にすればいけますか、そうですね、田島には2機をつければ勝てると思います、今気候な無双でプレミアで白黒のイエティが出てきましたということで、このイエティは北山マネージャーのことですね、はい、コスロン提出しようと、男は無意識に匂いで興奮するらしいので自分と違う匂いさせてるのがいいらしいですよ、あそれも結構言いますね、あまあどうやらなんか、あ、保全店長何年の終わりですか、7年です、ね、あでも7年、はい、すごいな、ライカさん一応8点ですねこれ、え、あはいおいおい補選手何発ぐらい出ましたって言ってますけど、え何発ぐらい出ましたか、何発出たんやろ、7連あの全部ワイパーで弾取られたんですよでも3箱あ3箱あるんや、
そうですよね。だって20連ぐらいしてた時で2万発超えてたような気がするんでね。言われてますね。細根ドキュメント期待します。ネアワ大陸の後はってことですね。弁当まだ当たってんの？もう9連目が確定しますね。そうすごいな。プライベートでもね、10連超えてたら出てましたもんね。相性良さそうですね。それを考えるとやっぱりもうワイパーの当たらなさがすごいな。そうですね。ちょっとね。683回転。着々とハマってますもん。ほんまですわ。細谷がマムシドリング勝った意味がやっと発揮されるのか。あ、ラブホテル追跡ね。はい。え？え？さっきのあのマムシドリング10本買ったみたいよって言われてたから。マムシドリング、マムシドリング売ってんの今。ねえ、あんまり聞かないですけどね、マムシドリング自体。あんまり聞かないでしょ今ね。いやいや、結婚した時はおじさんじゃなかったのよ、お前は言ってますけど、そりゃそうよね、11年前やもんな。そうやそうや。ワイパー主任が当てません、切れていいですか。切れてください。ぶち切れてください。ぶち切れてください。おもんなしょうもなってコメントください。細根教えて、相席居酒屋無双で可愛い子の席を取れないんです、どうすれば勝ち取れるの。相席居酒屋って、あの前教えて教えて教えてどういうこと言いたいんですか。何やろうな。あれですよ、30分1500円なんですよ、はい、男の人めっちゃ高いじゃないですか。そうそう、で女性はタダなんですよ。はいはい。で、あの相席屋のアプリがあって、はい、でそれにあの相席屋 そのグループの現在 そのお客様の入りが分かるんですよ、はい、例えば男6対女性4とか、はいはい、女性10対男10とか、はい、で男の人はやっぱり女性と飲みたいから、はい、その女性がいる比率の高いお店を選んでいくんですね、はいはいはい、でそれであの一応受付で今こういう年代の人とこういう年代の人がいますっていうのを提示されるらしく、はい、でそれで OK 出したらそのお席に連れて行かれるそうです。でそこで、乾杯みたいな感じで飲み会が始まるそうです。なるほど、はい、一回行きましたからね。へえ、あれはでもお話大変だな。合コンでもあそこからどうやってその次の恋愛に発展するかが私はちょっと疑問でした。なんかそういう聞く雰囲気じゃなかったからね。その女子の、はいはい、なんていうかな、目的がね、まあ、多分 ただなんでしょ。ただだからまあ終電てか朝5時とか、あ、朝もやってるんで、終電逃した人とかはね、終電待ちに使ったりとかするんで、まあ、そのほんまに出会いを求めて行ってる人もいれば、もう全然そういうなんかこうノリの感覚で行ってる人もいるし、はいはいはい、結構だからその辺の見極めが大変かもしれないですね。そうですよね。私たちもその友達はちょっと彼氏欲しいみたいな言ってたんで、はい、ちょっと行ってみようかみたいな感じで行ったんですけど、はい、まあ、でもあの雰囲気でどうやってそのね、そういう恋仲になるんかがちょっと私はちょっとつかめなかったので。なるほど、はい、私はただなんか会話を回して3時間終わったような感じですね。全然知らん人といきなりこうね、そう人見知りの人はだから大変やと思いますね。あれそうですね。ああ、そうなんですね。誰か一人その喋れる人いたら多分回してくれるかなって感じですけど、だから私の友達二人とも喋らないから、あ、本当になんか気候なチャンネルをあのプライベートでもやってるみたいな感じでした。あ、はい、ちょっとしんどかったですね。10連確定ですわ。すごいな。お助けきました。お助け来ましたわ。豪天国王号、国王号じゃん。豪天豪天間違いは間違えるから。ワイパーの顔がひどいわ。お前はひどいわワイパーの顔ひどいわ。ワイパーの顔がひどいわ。もうやる気ないやんもういや、ほんま当たらんわ。前は当たったんでしょ。前は、あ、そうスパイダーマン、スパイダーマンでね、はい、よう当たってんのかな。ペットかでね、獣が苦手っていう人もいますけどね。猫ちゃんとかもダメなのかな。ワイパーレインボー着てたけど外すよね。ワイパーレインボー着てた。レインボー着てた。レインボー着てないでしょ。レインボー、ワイパーの台は緑以上は出ないですよだって疑似2しかいかへんもんな。疑似3なんで幻って言ってたもんねワイパーこれは JP のタタリアでやってますけど。マジあのおっさんほんまマジあのおっさん言うなねえガロドは次は松風でボケるんですかってやってますけど。あ、バレた柴犬とか秋田犬とかゴールデンレトリバーどうってやってますね。アペットね。賢いです。その店長の子はワンちゃん何でしたっけ。ミニチュアダックスですね。かわいい。はい、めちゃめちゃかわいい。飼いやすいですか。
買いやすいですよ。買いやすい。あれ、カットイン入ったけど。あのやっぱりあのちっちゃい時のしつけ次第でやと思いますよ。ね、JP さんの風評被害がすごい。いやよいやよ、もうなんとやらでしょう。どんだけ嫌いだ国王わらわら。そのね、アンパンマン無双でバタコさんが100発100中で焼きたてのパン投げてきて勝てません。攻略の仕方教えて。それは勝たれへんわ。パン美味しいもんだって。焼きたてのパン ね焼きたてのパン食べたいですね。ペット買うとそっちに溺愛しちゃって、さらに会話なくなるんじゃないかなとっていう人もいますけどね。あいやでも会話は減らないかもしれませんね。あの共通の話題がありますので。やっぱ共通の話題が必要ですよね。仲悪いを通り越してるような気がする。もう空気で、あ、まあ、空気いや空気になる方がいいですよ。あ、干渉しないから。そう暗くなるな。どうしたらいい。なんとか仲良くしてほしいけどな。教えてほしいね。ブラ無双で強制した気が不正するんですけど、どうしたらいいですか。なんやねんそれ。ブラ無双、ブラ無双、強制した気が不正してるらしいです。強制がすでに不正やもん。そうですね。いや不正じゃないよ、ちゃんと整えてるんですよ。ああそうなんですね、はい、箱変えてくれるお兄ちゃんがイケメンでも台に集中できないと言ってますね。ね、CRAA ってどうだったんですか。分かる、店員イケメンとかやばい。箱替えも指名できたらいいのに。はあ、指名制度入れますか。じゃあその人もあかになるんじゃん。それおもろいですね。ちょっと1回やったら面白いかもね。1回やったら面白いかもしれない。大型店舗とかだったらその人ばっかりやったら大変やけどな。うち松浦指名がひどいんちゃうか。いや分かんないですよ、あのワイパーさん。ワイパー来てくれよ言われるかも。でもそれ別に指名手当出さんとダメちゃいます。そうだ ね来週大阪行きます。誕生日なんで東さんによろしく言っておいてください。あ、これ梅北に行くってことか。なるほど。豊中みなみもよかったら来てください。そうそうね。同じスロット感なんで、同じスロット線だな、ね、ワイパー当たる気がしないと言われてますね。細やん、最近になって、小便のキレが悪くなってきたんですけど辛いです。同じですよね細やん。おいくつですか。じゃあ八米さんおいくつか教えてください。そうですよ、ね、匂い嗅ぐほど近づかないけど、細ねえはハブアタックでいいよ、ね。ワイパー無双やってた。あ、まあ、デジから始まってマックスまで当たりません。どうしたらいいですか。一回 MC やろうかじゃあね。高画役の人はゼロ役のオーディションに来たらしい。わ、別の店長めっちゃ続くな。めっちゃ続くな。11連装これすげえ。そうそう、これ私の後ろの台はこんなんやった。あ、ゼロ来ましたね。マムシドリンクがなんか飲んだとき、どこかの店長帰り来るまでずっと立ちっぱだったんじゃなかったっけ。あー、聞きすぎたってことか。なんかそんな話聞いたな、そういえば。ワイパー何なら当てれるって言われてますよ。スパイダーマン。いや、撃ってきて。あの音声でお楽しみください。めっちゃ荒い扱い。前にのワイパーの扱いが荒なってきた、いよいよ。当たらへんから。あとはもう撃ってこい、勝てるみたいな。あ、そうだ、飽きた。あ、やワイパーやっと来たのって言ってますけど全然来てないですね。ちょっと画面画面でも一応置いてるよちゃんと。恋って片思いが一番楽しくねって言われてますけど、あいや片思いもしんどいで、ね、でも片思いね、恋してる時が面白いんでしょ。そうで、それが実った途端に、はい、つまらなくなるとかいう。あ、手に入ったからってこと。そうそんなのよく聞きますけどね。子育てじゃ肉食なんすか。いや僕どっちかというと受け身、雑食です。雑食ってない、草食ってある。雑食ってないやねん。どっちかっていうと雑食ですか。雑食って初めて聞いた。どっちもいける。ワイパーかわいそう。ワイパー初代の恋姫の甘でじゅっといで、ね、ワイパー当てんなよ。ここまで来たら当たったらやばいよ、ね、やばいですね。当てたら逆にしょうもなってコメントいっぱいくれると思いますけど、ね、友達は相席居酒屋で知り合った消防士とそのままホテル行ってた。マジですごいな。もう消防士が武器でしょう。あでもね、その私たち行った時も3組ぐらいとお話ししたんですけど、1組目の、ね、人たちはかなりおしゃれな感じで、はいはいはい、絶対なんかアパレル系ちゃうんかなって感じの人だったんですけど、まあ、1人はなんか40代ぐらいで、はいはい、あと2人は20代だったんですけど、はいはいはい、まあ、その40代の人がめちゃめちゃ面白くて、あ、この人絶対モテるなって思って話聞いてたんですけどね、まあ、ああいうとこはこう男性がリードしてあげた方がいいと思いますね、個人的にはね。相席無双でボンちゃんとウェスカーしか出てきません。コントローラーのどのボタンを押せば変わりますか。R ボタン押してください。じゃあ R ね、はい、お願いします。
そのね、ミスター無双をやってるんだけど、まさかの主人公がプリティ長島でした。本物を主人公にする秘密の呪文を教えてください。ミスター無双って長島どっちかしかおらへん。長島どっちかしかおらへん。ごめん、 JP さんもいい人。金メッキ国王です。細ね、赤いちゃんちゃん子や赤いふんどし着て写真撮りましたか。な、え、え何それ。あ、還暦やからだ。還暦迎えたから。まだもうちょっとあるから。もうちょっともうちょっともうちょっとある。金メッキ国王細ね、この子はペットじゃありませんって言いそうなおばちゃんぽいやってますね。ミスターって言ったら鈴井貴之が出てくる。ダックスはストレス感じるとすぐ病気になっちゃうよねって言ってますけど、それどうですか。ねー、うちの子はそんな病気しなかったんですよね、はいはい、もう13歳なんですよ。そうなんですね。そう、最近ちょっとよく病院行くことになってましてね。まあちょっとね、人間の年齢とはもうちょっとおじいちゃんとかね。もうおじいちゃんですよ。もう老犬ですもんね。ただね、うちの子は食欲がすごくて。食欲がすごい。はい。さすが。まあでもね、顔だけは若いんですけどね。体が体はもうだいぶおじいちゃんなんで。で、耳が遠なってきましたね。ああ、そうなんですね、はい、でも可愛いですね。めちゃめちゃ可愛いですね。ジャムおじさんのハゲフラッシュ。子供が旦那に似てて嫌です。もう嫌悪感すごいな。やばいな。それはやばいな。熟年離婚されるタイプ。どんなにくじけそうでも旦那さん信じましょう。必ず最後に愛は勝つと思う。カッコブー。いやでも別れるのも悪くないと思います。まあまあまあね、もうその最後はやっぱ自分の人生なん で、 そうです、ね、別に別れたからって言ってね、子供のお父さんお母さんっていうのは変わりないから。そう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 、まあ、その辺は本当に自分の気持ち次第かなと思いますね。僕は嫌ですけどね、別れるのはもう。ああ、もう嫌、もう言ってますけど。2回もうしんどいもん。2回、まあまあ離婚はね、うん、パワーいりますからね。そうですね。ワイパーが箱買いしたら当たらなくなりそうだからいいです。ワイパーダメージだけど。近所にこの人に箱買いされると確変終わるわーってイチャモンつけてるおばちゃんいた。なんかそういうのもやっぱあるあるであるみたいですよ。あるんやな、はい、教えて。ワイパーが全く当たらんのですけど、呪いですか。あ、え。ちょ、ほんまにやばないですか。ほんまにやばいよ。いやでも赤絵の具、まだ継続っすわ。別荘店長やばいっすね。ずっと続くね。そうっすよ。 JP ラッシュは小当たりばかり続くって本当ですか。LINE によると思います。はい。単身赴任の旦那が猫2匹飼ってます。アレルギーの私に絶対に来るなアピールしてくるんですけど、怪しいですよね。え、単身赴任中に猫2匹飼った。すごいっすね。向こうの家で飼えるんや、すごいね。それはちょっと怪しいっすね。怪しいのかな。どうなんやろ。こう防衛線を張ってるみたいな。ああ、来んなよみたいな。さすが経験者語ってますね。経験ちゃうわ。経験ちゃうんや。経験か。それはしたことない。経験か。あながち間違ってないですね。ワイパー当たらんからプレミアのパーフェクトフェイスオブワイパー見せて。パーフェクトフェイスオブワイパー。ワイパー。細やん、キャバ嬢にはグイグイ行くんですか。私はキャバくらい行かないです。セクキャバですか。笑って戻れ。図星の笑い方したやつや。今キャバ違いな。キャバ違い。14連勤で限界だからお休みなさいってことで、ね、頑張ってくださいよね。あんま無理しないで、はい、そうそう、恋程度が楽しいよ。雑食ということは男女どちらもいけるということですか、店長。そうだから細ねっていうこと。そういうことな。マイホのスタッフイケメンが3人いるけど、タバマコ変えてもらうのなんか申し訳なくなるって言ってますね。そんなん、それほんまに言うてんの。いや、イケメンってすごいね。あ、イケメンで。そんな得すんの、イケメンって。じゃあ細田先生ちょっとホール出て。やってみます。いや、誰も、いやいや、喜ばないでしょ。喜ばないかな、はい、そうかな。消防士はいい体してるもんねってことだね。まあそうでしょうけど、でも給料安いって言ってたよ、消防士。あ、消防士。そうですか。レスキューとか行ってもあんまりって言ってました。あ、でも安定ですよ。安定、やはり国家公務員ですからね。まあね、はい、でも消防士、警察官、あと何やったっけ、中ではやっぱ一番消防士が給料少ないって聞きましたけどね。あ、そうなんですか。やっぱ一番体張ってると思うんですけどね。あ、ねえ、だって火事の現場とかね。そう、おかしな話ですね。そう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 。なんで年上が好きなのとか。そうですね、私今まで年上の人としか付き合ったことないしね。はい、消防士の写真集あるよね。消防士の写真集なんかあるんですか。なんか一時佐川のね、佐川急便の、ね、佐川男子ですね。そうそうそう、流行ってましたけど、気候な男子作りますか。気候な、イケメン、あれイケメングループどうなんですか。イケメングループなんか一時休止言ってましたよ、この間ニキさんが。あの転勤しちゃったから、いろんな人が。またね、集めたらいいのにと思いますけど。はい、
ワイパー当たりそうにないからもっと当たりの軽い7種打っといで。もうワイパー羽物いっといで。あ、ワイパー主任こうだったらヘルプってしょうもな米の嵐です。だそう。発展しそうですね。いけるかな。そろそろ無双ネタが切れたから何か面白いの提供してください。あ、ほら。お、発展した。発展。おっと、やっぱやっぱ出た。ミッション達成。もう当たったかのように喜んでる。これでもさっき外れたやつじゃん。え、ワイパーさん。もうミッションクリアしたからいいっすよ。どういうことやね。松風ね。松風じゃないよ。緑か。さっき赤で外れましたからね。そうそうそう、ね。やっぱり緑しか出せない。愛かないなって言われてるな。重いな。恋愛から家族愛に変わったと思うよ。細根テンション低いねって思ってる。そんなことない。細根眠たそう。そんなことない。起きたばっかり。細根教えてほしいんですけど、どうして人間は疲れると甘いものが欲しくなるんですか。あなたやん。いや言うて。しょうもな。しょうもな。しょうもな。しかも4位やし。しょうもな。しょうもな。これあかんわ。また虹から聞こうなんやないか。しょうもな。当たっちゃった。しょうもな。しょうもな。うわ、しょうもな。ち。ち、当てたか。しょうもな。しょうもな。誰も、誰もおめでとう言ってない。言ってない。しょうもな。しょうもなしか言ってくれへん。しょうもな、ね。ここも当たらん流れやろ。しょうもな。当てたろ。しょうもな。しょうもな。当たった。ごめん。今のコメント、一個もおめでとうないわ。うわ、しょうもな。ベッド店長すごいな、危機回避13連鎖。いやーすごいな、すごいな。ダメな子、しょうもな。え、今来た、しょうもな。もうしょうもない、言うのもしょうもないわ言うてんね。ゴリラしょうもなって言われてる。ひどい。当たらないことを期待してたのに、しょうもな。細田はしゃげ。とばっちりやな。せっかくだからお祝いの言葉しょうもな。こっちにとばっちり。こんな当たり方。ワイパー空気読めよ。すいません。魔界チャンス。継続ね。あ、ワイパーさん、これは。入るかな。入るかな。いや、これは入らない。入ってお助け以外来ないとやばいよ。細根無双で細根が奥さんにぶっ飛ばされてばっかり。このゲーム本当に細根は奥さんに勝てるんですか。勝てません。勝てません。奥さん、非奥義持ってるから、はい、人の米中に当てるな、しょうもな。あまりに哀れだから言っとく、ワイパーおめでとう。優しい。単発かよーって言われてますけど、ね、どうでしょうね。店長、人間疲れたら甘いもの欲しくなろう、なんでって言われてるんですけど。私はあの常に甘いもの食べてますけど、細根は甘党でしたっけ。あの、いや、めっちゃ量が入ったよ。しょうもな。人のコメント中に当てるな。ほんまや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 わ。当てるタイミング悪いわ。お前、細根が冷たい目で見てた。しょうもな。しょうもなって言われてた。は、しょうもな。うざ、しょうもな。うざ、しょうもな。うざはやばい。しょうもな。うわ、タイミング的にしょうもな。めっちゃ笑ってる。しょうもな。しょうもな。めっちゃ笑ってる。うわ、バカ入りやがった。しょうもな。ワイパーめっちゃ笑ってる。そこは単発終了でしょうもな。ありえへん。空気読まないスタイル、しょうもな。いや、もう当たったことが嬉しい。アホがしょうもな。タイミング悪い。入ったわらわら。おもろいわ。ワイパーさん、これであれですね、お助け一応2人。しょうもな、しょうもな。すごいな、しょうもなの嵐がすごいよ。お助け2人出さなかったね。お前や、せっかく保守だ、保守だ、はしゃいでたのにしょうもな。タイミング悪いし、魔界入れるし、しょうもな。受ける、しょうもな。ワンセットかな、どつくぞって言われてるけど。どつくぞ、暴力暴力。芝くずじゃない、どつくんやろ。あれ、なさそう、お助け。お助けのやつ、黄色いやつ。左しかないね、芝くぞ。これワイパー罰ゲームですかってやってますけど。ああ、もう決定してます。芝き倒すぞ。合格ですか。ああ、副主任合格。結婚は判断力の欠如、離婚は忍耐力の欠如、再婚は記憶力の欠如。それも有名なやつ。そうだね。単身赴任だから猫なんだよ、寂しいんじゃないって言われてるけどね。優しいな、絶対そんなことないっすよ。ほらほら、波立たせるな。わ、ね、かるわかる。疑った方がいいと思う。疑った方がいい、はい、疑ってください。ほんまにイケメンはホールに立ってるだけでいいと思うの。そんな、いやいや、イケメンは通常の人より5倍ぐらい仕事せなかった。それただのやっかみやないの。夏場はイケメン、スタッフはコールボタンを押すときの脇覗いてしまう。
すごいな。あ、こうやって解除するときな。いや、脇なんかみんな一緒ですよ。そう、逆にめっちゃツルツルやったらどうすんのやろうな。ちょっと引くでしょ。おーおーってなるよね。あ、この人脱毛してんねやってなるね。でもイケメンであってもド S は嫌だってですね。あ、イケメンド S ね。パンダちゃんド S かな。ニキテンじゃド S じゃないと思うけどな。あの人 M やと思うけどな。中年の玉交換はちょっときついっすわって言ってますね。イケメンは多少 S であってほしい、ね、残念なイケメン軍団。知らなかった、給料士、あ、消防士給料安いのばっかり。そうそう、何やったっけ、自衛隊、警察官、消防士やったかな、中で一番安かったと思うよ。あら、ワイパーさん続いてるじゃん。さあ、誰もお嫁でとう言わへんけど。しょうもな、周平しょうもな。え、なんで周平来たね。とばっちりや。おかしいおかしい、安だけにしたろか、しょうもな。どうせそこってしょうもなのコメントすぐ教えてほそねえで、どうして空気読めないアホがいるんだよ。再婚はする気ない、イケメンはいい匂いする、イケメンは毛の生え方もイケメンだから、そこは底落ちする流れやろ、しょうもな。え、続いたのちっしょうもな。ベンゾーさん今何年目ですか。14年ですね。もう14年、はい、ド S って。奥さんが猫アレルギーで猫飼うのはおかしいと思う。まあ、単身赴任先で飼ってるらしいけどね。いや、もう黒です。黒か、はい、いや怖いな。黒です。黒、継続者のしょうもなワイパーな。腕時計がいつも12時前になると止まってしまいます。なのに針を少し動かすとまだ動き出しますが、何かの呪いですか。呪いですね。そうですね、ワイパー JP かい、何でも JP やない。違う、ワイパーのメガネが紛失した呪いですね、これ間違いない。ガルルルってやってます、間違いない。もう画面は細ね、カメラと便蔵カメラの2画面でいいよ。もうワイパー画面いらんってこと。せっかく当たったのに。便蔵はいいよ、その調子で。ワイパーお前はちょっと空気読め、しょうもない。4ラウンドとかしょうもない、早く終わらせろみたいな。しょうもない、しょうもない言われてる。駅で若いイケメンに満面の笑みでパチ屋の人に挨拶してました。皆さんなら挨拶されますか。おー、どうやろう、してされますか。うん、するかな、どうやろう。なんてお客さんに出会ったらってことですかね。どうなんやろ、駅で会ったって言われてますけどね。あ、多分店員として知ってんのかな。うん、表でお客さん会ったらでしょ。あ、かもしれないね。まあそれはそれでしょ。まあ会釈、まあ、ぐらいは、うん、そうそうそう。おし、細いやん、最近甘えん坊男子が増えてきたんですが、どう対処したらいいですか。甘えん坊男子、細いやん店長はプライベートは甘える方ですか。甘える甘えない。甘えないですね、別に。甘えない、はい、甘えられるのも嫌ですか。甘えられる、ゲットにもよるかな。あ、なんかイチャイチャするとかいうのはあんまり。あ、イチャイチャはね、はい、好きやけどな。あ、そうですか。なるほど、まあ、人によるのかな。はい、まあ、甘えも男子増えてきたけど、まあ、よしよししてあげてください。はい、ね、なんで続けてもとるや、ワイパー。なんで続けてもほら、継続者のしょうもなってまた言われる。コメント数が増えていく。星にはいいのかって言ってますけどね。これ危険度だから、星少ない方がいいんですよね、ガロは。はい、しょうもな。細やん、すね毛見せて。細やん、すね毛ガムテープで取らせて。誰や、それ。なんで、何や、急に。細やん、でも、なんか、ツルツルっぽいけどね。私、さっき脇の話がありましたけど。ありましたね。私、脇はほとんどないんですよ。羨ましい。いわゆる本数がない。本数がない。だから、ポチ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 って抜いちゃったら、はい、もうないんや。なくなっちゃう。いや、でもね、羨ましいですよね。毛ね、薄い人、羨ましいね。だからコメント遮るなって、ワイパー。おい、しょうもな。連打すんな、しょうもな。はよ終われ、しょうもな。ワイパー、あおりか、しょうもな。ホスヤンのスネギを脇に移植してください。悪口がひどい。イチャイチャとかしばらくないな。神経が集中してるとこ脇。これあれですね。ギャグやな。はい、ギャグですね。新喜劇やったかな。はい。猫とは、写メだけで確認はしてません。さらに怪しいですよね。あー、黒です。今度じゃあちょっと家行っていいって聞いてみたら。そうですね、はい、そういえば朝いきなり知らない女の子に挨拶されました。お、これなんか恋の予感じゃないですか。じゃあ今日の罰ゲーム、脇毛抜こう。いや、やめて。細いやん、ガムテープ用意しといて。あ、ワイパーの脇毛抜こうってことやります。
昨日はちなみに姫路店はあのケツバットの後に3人 の、 あの足のすね毛をガムテープでビリッてやってます。いや、いた言われてますね。はよ台打てよまた消耗だってやってますけど上着着て売ってたら寒いですかとかいつも気遣いしてくれるホールの男子にいつもキュンキュンしてる。乙女やなみんな。結構そんなんあるんすね。うん、みんななんか優しいですね店員さんもね。挨拶しなかっただけで刺されるっていう都市伝説もあるから挨拶しとこうって。そんなのそんなことないでしょ。細谷はおじちゃんとおばちゃんどっちが好き。え、細谷はおじちゃんとおばちゃんどっちが好き。おばちゃん。おばちゃん同類かな細谷のレンジャー数超えたら細谷も罰ゲームしますか。7連やったっけ。あ、7連でした ね、 ねえ、おいしょうもな。ゲス不倫流行ってる。細谷のレンジャー数超えよう。細谷電話するって言ってますよね。そうですね。西淡路で電話しますか。電話待ってるでしょうかね。誰でしょう。昨日の姫路に電話して説教するんでしょうお前どこかけどね。あ、大当たり。バイバさん、これで何年目ですか。 今4回目です。あ、4回目、はい。絶好調ですね。これ終わるやつちゃうかな。え、やばい。キラバトルに行くやつです。あ、終わりそう。でも15連15連、15連目ですね。すごい。あ、14連目かな。14連目か、うん、いや、ここは勝ちますよ。勝つ。じゃあ今からね、お電話。明日は西淡路店ですので。音聞こえるかな、これ。ガロ音だけ小さくしましょうか。もしもーし。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、白石です。あ、え？白石です。あ、黒石店長ですか？黒石。あ、白石店長。あ、ホワイトストーンね。あ、ホワイトストーン。ホワイトストーン。え？明日明日。え、もう寝んの？もう寝ようと思ったんですけど。え？もうベッドで寝てるところ。もう寝るの？もう寝ますね。あ、明日何番？明日朝からです。明日朝から？明日朝からです。なんで？なんでって明日朝から。明日セクシー女優来るからです。明日セクシー女優来るんや。そうですね。そう、セクシー女優来るんや。あ、だから朝から西田明夫来ます。西田明夫、そうそうそう、明夫、明夫さん、楽しみな、はい、楽しみな、楽しみ、楽しみなんやほんまどうしたんすか今日って、なんか今があのピコナチャンネルなんです、はい、で、明日ね、西田時点にはい、セクシー女優さんが来るということで、はい、今知りまして、はい、あの電話かけさせてもらったんですよ。来ました来ました。何時から何時ぐらい。それは言えない。ちょっと言えない。あ、そうですか。あ、分かんないね。分かんない。細め行く気やな。そうや、楽しみ楽しみにしてます。本当ええの、そんなこと言うの。今日のテンションがおかしいですけど。ええの。あの時、明日、ニコ生なんですよ、西淡路店。大丈夫ですか。ほんまにさっき気づきました、今。もう、あ、そうなの、忘れてた。明日のセクシー女優さんで頭いっぱいで。セクシー女優さんあるある、また明日じゃあお願いしますね。わかりました。はい、まだ嫁に怒られるけど、はい、はい、それをまた面白おかしくやってくださいね。2時間ぶっ通しで新卒出んのね。はい、お願いしますね。じゃあいつも通り、はい、社員とか含めて、はいはい、10人以上出る予定なんで。あ、10人以上。そうそうそう、よかったら見てください。いや、見ません。見ません。女の子も出ます。
あ、見ません。見ません。セクシー女優さん読んだ店で女の子出ますって、もうなんかもう大丈夫。女の子ばっかり押してますけど。大丈夫、いいの、はい、いいの。あ、わかりました。はい、じゃあ、いいとも的に行きましょうか。はい、じゃあ明日も出てくれるかな。どうもー、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ細谷次長、その調子で姫路にちょっと説教しましょうか。プライベート携帯かけんな言って。姫路ですか。はい、明日宇野配信、明日何するんやろうね。まあ大丈夫、ずっと言ってましたけどね。ということでベスト次長続いてるじゃん。星5、え、ワイパー終わるんじゃん。終わるんですか。レギュレーター負けると思う。レギュレーター負ける、はい、やばそうかな。あ、レギュレーター確かに強いですもんね。こんな感じでセクシー女優なんか言うねん。人狼感10人出しすぎ。おそね、語尾上げるのやめえやって言ってますね。実機でも弁蔵店長みたいに出たらいいのになーってことで。いやでもこのガロはね、割と爆発してますけどね、うん、割とやっぱりね、うん、早い、だ早い、結構やっぱ一番発ぐらいはそう結構ポッと出るんで早いですね、うん、いいですよ、僕はおすすめしますよ、うん、私もこの復刻版はかなり打ちたいですね、うん、10人いるなら人狼がいいな。大和君に説教しますか。昔彼氏に同じ女の体は飽きるって言われたけどどうなの。それはね、言うた、はい、言うたあかんやつ。もう飽きるゆえのも結構素直で。そうみんな思ってるけど言ったあかんやつ、うん、なんで続けてまうん。バイパー。あ、出るかな。はい、もしもーし、山田店長ですか。はい、どうぞ。あ、どうも、神津島店の細田です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。昨日はすいませんね。昨日、まさかの私のプライベート携帯にかけていたということが発覚しまして、すいません、私、実は店舗携帯握りしめて待ってたんですけどね。申し訳ございません。さあ、もう今日ないかなと思って。まあまあ、登録してました。プライベート、え、私のプライベート携帯知ってました。はい、私の番号知ってはったんですね。多分もしかしたら、はい、奥村店長経由で聞いてたかもしれない。あれ、あ、弁蔵経由ですか。弁蔵。なるほど、ね、弁蔵おかしいぞ、はい、あれ、そんなん言うたかな。登録し直しておきます。嘘ついてるやん。まあ、ね、さあ寝ようかと思ってパッと見たら、何やこの携帯番号とか思って、で調べたら姫路、うわーと思って、やらかしてもうたみたいな。逆に今僕がこういう携帯誰だろうっていう感じでした。お説教タイムですね。そうなんですよ。じゃ次回はね、ちょっと気をつけていただいて、はい、はい、その携帯番号を神津島店携帯に登録しておきます。はい、お願いします。、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと残念な子なんでね、はい、ということでワイパーさんも今何年目。6回目いってんの。はい、え、もうお助け4人目来てるんですか。え、1人もいない。あ、1人もいないんや。誰もお助けてくれない。だから弁蔵さんの方が助けてくれてるの。そうですね、もうあとあれっすわ、何やったっけ、あの竜、ジャガン竜ちゃうわ、何やったっけ。魔界竜。魔界竜出た、終わり、はい、あ、嘘、すごい。じゃあ刺激には、刺激は本当に遅刻するからやめとこう。刺激はやめときましょう。刺激はそんなに遅刻するからやめ、はい、もう刺激ね、あ、はい、すいません、はい、遅刻がひどいんでね。そうそう、1年ぶりにしたらしい。あ、1年ぶり、あ、1年間頑張ったんや、はい、そうそうそう、またでも振り出しに戻っちゃったんだ。あ、はい、昨日の星狩り屋のイケメンはこじこじでね、そうそう、お助け一人も来てくれないとかしょうもな。ワイパーもうええで。みんな冷たいな。もうええで。大和くんアホなんてやってますけど、岡村店長、大和くんアホなんですか。アホです。アホらしいです、はい、問題なくアホです。はい、個人情報で、はい、シゲランナーってね、女は来ないよって、空気読めないワイパーってね、なんで続けちゃうのワイパー、しょうもな、復活しょうもな。続いてんの。
いや、まだ分かんないですね。あ、分からん。今でも一応6連目らしいですよ。あ、それ続いてもたら、はい、放送店長罰ゲーム、そうそうそう、並んじゃうよ。いや、それはちょっと僕、ね、罰ゲームせえへんよあの言うのけどお前ここぞで権力振りかざすからお前やわ、体勢もすごいよ、先輩プレッシャーすごいわ。しょうもな無双のゴリラが強いんですけど、ホールでリアルにしょうもなって言っていいですか。はい、バナナ与えてください。バナナ与えていいの。はい、ワイパーもうええわ。アックはもう放送に出ないんですかということで、森口はね4月に1回やったので、また6月7月にあるかもしれませんけどね、その時は出てもらえると思います。誰がですか、トレンディ。ああ、そう、トレンディとあの、はい、イケメン主任がね、森口に焼いてるので。ラクサすごいな、それ。さすがトレンディー、トレンディーとね、そのイケメン主任、はい、うん、すごいなそれ。ね、細根は罰ゲームしないんですか。あ、しません。いや、このね、上司の立て方がうまいっすわ。ちょうど6連で終わらせました。さすが。いや、ワイパーすごいな。さすがや、部下の鏡やわ。あ、何あの台本あんの。そうそうそう。台本読んでんの。うまいわ。ワイパー終わったね。やっとか、やっと終わった。しょうもな。え、ベンゾーはまだ続いてんのこれ。そうなんですよ。17年目に来ました。いや、ちょっとベンゾーさんのね、行方は知りたいですね。どこまで続くのか、どこまで行くんやっていう話ですよね。20連行きますよね、これ。200分の1なめんなよって感じですよね。やっぱり継続率すごいね。82分の1やったかな。建て替え店長の大和くん、そうそうそう、建て替えてもらってたね、この間神戸中央で。しれっと終わるな、しょうもだ。終わってしまったか、しょうもだ。2時からも聞こうだ、バイ・ベンゾーってやってますね。終わっちまったか、しょうもない。え、時間としてどれぐらい続いてるのよ、これ。店長は多分ね、1時過ぎでしょ、かかったの。そうです、1時ですね、ちょうど1時間で16連。でも、生姜はやっぱいいんちゃいます、時間。で、結構16ラウンド偏ってるんで、あ、出玉もある。出玉がね、何発は出てそう。また続くもんね。18連。今何連とか、18連目ですね。はい、18連ですよ。まあ、でもね、細田店長も7連したし、ワイパーさんも6連したから、そうですね、やっぱ継続率高いです ね、 ね。今、弁蔵店長で出玉どれぐらいですかと言われてますが、今めっちゃ箱積んでますよ、うん、7箱。あ、そうなんや。やっぱ16偏ったらすごいね。あ、すごいな、やっぱり。ワイパーさんが空箱持ってきた。すごいね、ガロ、やっぱりすごいですね。ちょっと待って、じゃあカメラちょっと変えるか。これまた行ってまうわ、プライベートで。ああ、そう、うちに行ってしまいそうですか。でもうボコスコやられるんですよね。ああ、そうですね。もうイメージ持って行くけど全然違うっていう。わかるわかる。あるある。でもうちに行きたくなるんですよね。わからんけど、弁当さんはすごいな。小津島店やからで。そうそうそう、自分の店は出るってことね。そうそう、羨ましい限りです。そう、泣きながらカールのチーズ味食べるぞって言われますけど、食べ過ぎ注意ですよ。アルフォード食うぞ、真顔でって言われてます。あ、アルフォードね、美味しい、ちょっとええやつ、ええやつね、ブルボンね、はい、ええやつで、お船のマークついてる、ね、はいはい、家にありますよ。家あるんや。あります、あります。来週銀河乙女でがっつり出しに行くかなってことで、あ、銀河乙女まだあんねんや。あー、すごいな。あれもね、継続率高いですもんね。あ、ワイパーがどっか行った。え、今日罰ゲームあるですか、ガムテープですか。ガムテープ、脇毛ガムテープ。脇毛はやばい。脇毛とか、脇毛はやばい、あの神経集中しそうでしょ、あそこ。多分もう発汗作用やばいと思います。すね毛に、すね毛がいいですか。すね毛にしましょう。え、そんな濃いですか、ワイパーさん。なんか見た感じそんなに濃そうには見えないですけど。ワイパーのすね毛は知らん、見たことない。見てみます。脇毛じゃないわ、すね毛次第にします。ワイパーが箱持たすと連チャンが終わったらしょうもなですよね。さっき空箱持ってきとったけどね。アマデジ弁蔵以上の出玉積んでやるっていう人いますね。まあでもアマデジでもね、最近のアマデジ本当にすごい出玉出るんで。出ますよ、うん、エヴァのあのプレミアムモデル、私8箱ぐらい出ましたから、ね、すごいな。あれほんまに面白かったですよ。マックス落とう人のがかわいそうやな、そんな出たら。まあでもね、プレミアムモデル16ラウンドの比率結構高かったね。ワイパーさんには絶対箱買いしてもらいたくない。もう嫌われてるやん。あ、じゃあドリルしてって言われてますね。ドリル、ドリルせんのかい。ドリルせんのかいね。あ、知ってんのかな、ワイパーさん。
あ、脇毛か股間好きな方選ばしてあげよう。股間もやばいな出した時点でもう着こなしゃべる終わるけど、ね、終わってまうわ。もうアップもできひんけどええから、しばらくパチンコ我慢して戦国乙女のソフトと本体を買う。あ、そういうことな。あ、なるほど。だからゲーム出るらしいですね。あ、出るんですね。ガロは相性悪いけど明日打ちに行っちゃおうかなって、ね、そうですね。ちょっと一点勝負して、まあ、そこがね、うん、なかなか台数少ないですけど、うん、小豆島5台ありますもんね。まあ多い方だと思いますんで、はい、ぜひ朝から来ていただけたらと思います。股間は放送事故確定やん、うん、もう放送事故いうかもうワイパーさんが終わっちゃうでしょもう股間ガムテープはあかんやろ。せめて V ラインにしようや。やるんやったらね、バカイチャンス継続ってことで。すごいな、20連いくんじゃない。すごいな、17、18、次で18回目の大当たりが来るんで。おー、すごいな、じゃあマヨ水しようって。マヨ水マヨネーズするの。あ、ワイパーが帰ってきた。なんかもう頭テンポってきた。なんか自分がやるのにやる気満々やん。ちょっとじゃあ細田店長、今のうちにちょっとすね毛チェックだけしといてもらっていいですか。ワイパーさんすね毛チェックやって。ちゃ腹毛チェックすか。じゃ股間はいらんね。股間出したい。あんまりない。あ、ほんまやね。薄いね、うん、じゃあ脇毛すか。脇毛ちょっと前 S やな。いや提案してるだけです、うん、こっちは罰ゲームにブラジリアンワックス採用しよう提案。個人的にガロ無双出してほしい。個人的にケージ無双も出してほしい。あ、ケージ無双ええな。面白そうですね。ガムテープ持ってきたんか、しょうもだ。しょうもない割だね。ガムテープ持ってきて何年まで行くんやろうって言ってますけどね。ねえ、今でもね。あ、ちょっとやばいですか。牙バトルなんで。あ、必殺技これなんかありましたっけ。あの強攻撃となんかめっちゃデカなるやつ。はい、甲賀もう30キロくらい走ってないってことで。いや、よう走ってんね、今日の甲賀。ほんまやな、フルマラソン。ほんまや、ほんまや。終わったか。マイマイの S 加減が好きすぎるって言われてますけどね。ありがとうございます。 S とは思ってないですけどね、自分では。提案してるだけですよ、こっちは。提案、提案。受け入れるか受け入れないかはね、皆さん次第です。はい、いや、でも、あれですね、20連行ってほしいけどな。これ16と4の比率どれぐらいあるんでしたっけ。あ、それはあのうちのゴリラが責任。ゴリラ半分。あ、半か。はい。あ、やばいやばい。あ、やばそう。あ、でも復活もあるんでね。あ、復活。おー、便蔵すげえ。すげえな。さすがとうとう推し。とうとう押し。とうとう押し。すげえ。すごいな、これ。続いた。いやいや、なかなかここまで続きます。いやー、なかなかないですね。ね、持ってんなーってやってますね。ランキングで話題の鼻毛抜くやつどうですか。あ、今日なんか今鼻毛抜き流行ってるらしいですね。あ、鼻毛とかは用抜かんわ。あれでしょ、抜きますよ。ブラジリアンワックス。あ、そう。え、やりますか。な、何それ、ブラジリアンワックス。ブラジリアンチョップしか知らんわ。おっちゃん。しょうもない。ひどい。今のはしょうもないコメントいるよ。なんでなんでびっくりしたもん。面白いやろ、今の。いや、もう、どう考えても。親父逆にも戻があるでしょ。面白いしかないやろ、今。いや。周平、調子乗るなよ、と。いや、まあ、そうっすけど。20連行くのかって、ね、行きますね、これ。あ、眉毛でもええでって言ってますけど、鼻毛は抜かんと呼吸器に影響出るで。あ、そうなん。鼻毛って触ったらあかんって聞いてたけど。へえ、まあ、伸びてたらね、カットしたりしますけど、うん、さあ、これあと2回当たればあれか、20連行きそうですね。20連行きますね。大当たり、これで19。すごいな。すごいな。あ、でもこれバラバラっすね。バラバラっす。あ、ちょっとあれですか。ちょっとチャンスアップがないですね。あれあれな感じですね。あれあれ。今日やっぱ雑っすよ。放送やってキレがキレがない。あれや。あれ。あ、そうで。ああ、これ危険度4ってどうなんすかね。やばそう。いや、でも牙倒せますからね。あ、そうか。もうここでシャーンって出たらね。そうなんですよ。あ、ちょっと怪しいな。こういうことするとプライベート悲惨やで。そうなんですよ。なぎなぎもだから当分行きません。当分行かへんねや。出てまた行っちゃったりするんですよね。
どうですかね。でも1時間ちょっとで20連いけるもんなんですね。そうですね。危ないかって言われますけど、危なそうかな。テンション的にはやばそうですか。やばそうですね。やばそう。いや、分からんさ、でももうこんなんだって。これ、星2でも負けたりするでしょ。そうでしょ。そうそう、あれはちょっと意味わかんないですけどね。最初の始まった時の色が3色バラバラの時点で僕基本諦めますけどね。ああ、もうあかんわ。あかんわ、終わった。チャンスアップないですもんね。そうそうそう。確かに。さあ、20連で終わるとね、こう YouTube の再生回数も上がっちゃったりするんですけどね。どうでしょうね。ああ、やばいな。終わるかな。怪しいな。怪しい。無理ちゃいます。あの、コーガーもないですかね、カオルさんの。あかんぞ。ああ終わったかな。あと一歩やったな。ここなんですよね。これであれじゃないですか、20いかないっていうね。プライベートは、プライベートはいけるやつ。プライベートの運が残ったっていうこと。ああ、一回だけ引けるってことですね。あ、そうそうそう、一回だけ残念。一回だけ引ける残念、しょうもな。単発は引けるってことですね。残念、しょうもない言われてる。いや、なんであれ、もう褒めて褒めて。残念でした、うん、じゃあ、よう出ましたわ。よう出たよ。いや、よう遊びましたわ。じゃあ、帰りますわ。あ、帰る、お疲れっす。ワイパーガムテープ持ってきてましたけどね、うん、ワイパーガムテープ持ってきてましたよ。はい、やる気満々ですよ。うまいですね、うん。K なかったんじゃなかったっけ。じゃあということで、細根やったぜって言ってよ。やったぜ。ありがとうございます。似てるよね。はい、だから昨日の姫路のその福ちゃんが、はいはい、細根は、うん、コウメ太夫が上手って言ってましたけど。コウメ太夫はね、はい、大東時代に一回やりましたね。ですね。多分コジコジも同じこと言ってたんちゃうかな。あ、ほんまですか。フリップネタで。はい、やってたね。やったんですよ。なるほど。はい。自分で絵描いて。じゃあちょっと次回やっていただける感じ。めちゃめちゃ面白いですよ。あ、本当ですか。はい、めっちゃハードル上げるから大丈夫ですか。自分で言う。自分で言うだ。え？え？あ、でも、え？うん、面白い。面白いと思うよ。あ、じゃあやりましょう。あの過去の YouTube で見てくださいよ。ああ、面白かったらじゃあやります。うまさですぐ自分のこと面白いますよね。ほんまや。今日ちょっとスイッチ切れてたのに。だってほんまやもん。ほんまやもん。じゃあちょっと期待したいですけど。ワイパーさん、それ見たことあります？いや、ないです。ない？はい、あ、じゃあちょっと見たいですよね。だいぶ前ですもんね。やり始めたばっかりのね。2年前ぐらいじゃないですか。チャンネルが。そうですね。はい。メンズを急に静かになるな。怖い怖い。え、静かになったって言ってます。何が？急にテンションが出てますけど。あ、いえいえ、そんなことない。いや、でも落ちたくなった、お疲れって言われてますね、うん。部下の失態は上司の責任ってことで、細根も連帯責任でお願いします。やりません。かたくなにやらないですね。ほんまや、かたくなにやれへん。やらへん。ということで、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、今日はガロ復刻版ね、打ちましたけど、はい、では別のデジョね、やっぱ引き強いですね。さすがっす。はい、まあ、一応でも今日は3人とも一応初当たりはね、取れて。そうですね、はい、あれじゃないですか、3人とも1回で魔界ラッシュ入ったんじゃないですか。ああ、ほんまや。ほんますね、うん。なかなかないけどね。いや、なんかドヤ顔する。なんかそのドヤ顔。腹立つわ。ちょっと腹立つな。ちょっと腹立つな。ちょっと腹立つな。ドヤ顔はしたらあかんと思う。一番したらあかんやろ。全然したらあかんと思うけど。ワイパー左のイーゼルに蹴り入れてって。これですか。やめろやめろ。本物に蹴り入れましょうか。いやあかんやつ。一応店長。そうそう、店長店長。はい、臨店の店長ですけど。はい、ということで、めっちゃ見てるやん。ちょっとここのね、ボタンを外してる時点でね、私はどうかと思うんですよ。もううるさいな、もう。あ、なるほどね、はい。ちょっとミスったからあれなんですけど。そうそうそう、え、細野店長も、うん、あ、外れてないですわ。ちょっと上までびっしり。これ隠してるでしょ。ちょっとじゃあ上までびっしり。あ、ちょっと顔疲れてますけど。顔疲れてるね。はい。俺顔疲れてる。まあ、こちらね、まあ、5月はちょっと、伊勢志摩のね、サミットの影響でちょっと入れ替えはできないんですけども、まあ、今ある台を大切にということで、まあ、神津島でもね、全台数960台。はい。豊中みなみもスロットね、300？ 320。32台。え、32台。ちっちゃ店。少な、すぐやんもう。
すぐやん。320だ。あ、320、ね、はい、あるだよ、大事にしますということで、まあ、ぜひ、まあ、お客様の好きな台もありますのでね、ぜひ神戸島遊びに来ていただけたらなと。ね、スローカーは本当に昔のね、懐かしい台とかあるんで、うん、結構レトロ的な、ね、そうですね、豊中南スロット館は割とあのコアな台が多いので、マサムネとか、そうですね、そうそうそう、今じゃちょっとなかなか打てないような台も、うん、ラインナップありますので、マリオハザード一番最初のやつとかね。あ、そうなんや、はい、だいぶ古いですね。すごいな、はい、その辺のもう気候なセレクションは多分一番だと思いますので、うん、スロッターの方はね、ぜひベンゾーセレクションね、ベンゾーセレクション、ベンゾーセレクション来ていただけたらと、はい、32台でどんなプレミアムシートやねん映画館みたいな、ほんまのねビップシアターみたいな、ほんまやリッジレーサーありますかって言われてますけど、それはないかな、そこまではないかな、そこまではないかな、まあ、でも、あの豊中みなみの P ワールド見ていただいたらね、ラインナップは、あの充実したもの載ってますので、そう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 、ぜひ見ていただいてね。まあ、神戸島は寝台も、ありますしね、まあ、メイン機種であるガロー、はい、北斗なんかも置いておりますので、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらと思いますのでね、はい、よろしくお願いしますあと、まあ、5月14日の、ね、入場整理券配布中ですので、はい、ぜひこれはスタッフさんにお声かけていただきましたら、はい、配布いたしますので、はい、お願いします。ぜひお忘れなく、よろしくお願いします。はいはい、ということで、じゃあどうします、ガムテープ持ってきてましたけど、この中ででも皆さんなんか毛薄そうですけどね今日。もう、あの、もう私年なんでね、体に害は与えたくないですよ。めっちゃ薄いわ。多分俺、え、前々なんか他なんかもないんですか。他大丈夫、なんかいろいろはありますけど、なんか手軽なんかそれなんかな。俺の方がすね毛濃いあれあんま変わらない。じゃあ、二人がやって、はいはい、前々に引っ張ってもらいましょう。いや、もう最悪前々に引っ張ってもらいましょう。あ、そうなの、最悪それ、うん、そうしよう。あ、そう、二人がやんねや。うん、だってベゾさんない20年いかんかったから。ベゾ20年はマジか。マジか。いや、これはあれですよ、細田さんがだね。やれっていう。ほんまやね。世界の重さ。ほんまやね。20年いかんかった罰やね。みんな期待してたのに言うて。はい、うわ。じゃあ前までお願いします。いきますよ。ああ、いや、いいっすけど。もうそれでも明日もツルツルでもう中継しますわ。ツルツルで。全部剃って。ブラジリアンワックス。ツルツルなったらいいっすけどね。うん、ならんな。結構ガムテープで取れるもんなんですか。あのね、これどうね、布となんか、何やったっけ、普通なんか布テープ、何やったっけな、ガムテープのなんか2種類ぐらいありますよね。これ布の方。布の方がいいんかな。養生テープとかじゃ全然。こっち、だから言うたらこっちの方が強いタイプですよ。あ、強いタイプ。じゃあ結構な面積取ったな。はい、ちょっと待って。え、何？小田店長もつけたらいいじゃないですか。結構な面積取ったでこれ。え、どういくの？そんな行くん？そんな行くの？怖っ、この人やばい。ちょっと寝といて、寝といてから座っといてもらっていいですか。やっぱ毎毎毎毎座っといてもらっていいですか。あ、やばいやばい、あ、これ絶対痛いやつやもう張った時点でわかるわはい、毎毎お願いしますね、これそうなん、どっちからいけます、はい、どっちからでもお願いします。え、ちょっと待って、なんで罰ゲーム受けてんのお前、一番見せたのにあれじゃないですか、ちょっと眉毛剃って生きてると思う最悪や、ね、最悪ちょっと小倉店長眉毛アップしていいですか。はい、どうぞ。はい、見てください、これ奥村店長、眉毛高校球児になっちゃいます。そうそうそうこれ書いてますからね。あ、そう、あ、書いてんねや僕はね、気に入ってますから、ね、気に入ってんねや、はい、はい、小田店長じゃ奥村店長のやつピッてやったらいいんじゃないですか。いや、やらへん。なんでほんまに綺麗ないんすか。なんか男なしって嫌でしょ。男のなし嫌。男のなしって何男のなしって何調子悪いほんまや、今日あかんわ、疲れてるわうわ、人、え、じゃあ行きましょうか。まあまあ、人思いに行ってくださいね。人思い行くの、はい、これね、なんかゆっくりやるタイプと、はあはあ、一気にバチンってやるタイプがあるんですけど、はあはあ、あ、ゆっくりやるのはやばいな。やばいっすね。じゃんけんして、じゃんけんして、あ、低速か、高速か。え、ゆっくりの方が痛いですか。ゆっくりそらそうちゃうのが痛いと思う。あ、じゃあゆっくりでお願いします。え？ド M なの？この人ド M なの？ド M やん、ド M なの？ただのド M やん、それじゃあ高速？高速じゃあゴルダンチョクは行きますか？あ、そうですね、はい、はい、どっちか。でも細田店長もぐるって巻いてるやん。そう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 、あの前々がそこまでやってたからほんま怖い、ほんま怖い。じゃあ行きましょうか。カメラ行けてる、これ、うん、あ、ちょっと待ってくださいね。もう痛い、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 もう引っ張ってる。行きましょうか。どこ見てんの？あの、多分パソコンの画面見てもらったら分かると思うんですよ。行きますよ。こっち見てたわ。行きますよ。はい、はい、いいですよ。高速ですね、はい、高速。いいですよ、はい、はい、はい。行きますよ。はい、痛い痛い痛い！うわぁまあ、
でも長い毛抜けた。あ、ほんまや。いた。ちょっと生々しいなこれ。でもね、毛量が多すぎてさ、なんかあんま変わらんて。毛量。じゃあこっち問題の計測。はいはい、はい、計測ですね。これゆっくりあかんで。はい、じゃあワイパーさんいきますよ。はいはい。しかもべったり貼っちゃった。すげえゆっくり。いきますよ。はい。あめっちゃ抜けてる。あもう大丈夫。もう大丈夫。ここめっちゃ抜けた。何のプレイやる。なんやこれ。なんやこれ。なんやこれ。なんやいや。あえぐなめっちゃほら。何の SM プレイやろ。いやこんな種類見たことないですわ。一年ちょっと一緒に仕事してますけど。悶絶。はあはあ言ってましたよ。はあ言って。新しいプレイ目覚めた。おもろいおもろい。低速痛かったですか。痛かったっすね。あこれ高速の方がいいっすよ絶対。次回もこれド M かお前。お願いしていいですかみたいな。じゃあ両足でだんだん増えていくスタイルにしましょうか。おもろいわ。だから死ぬ間で全身脱毛だとなる。ほんまや。確かに確かに。嬉しそうやなって言われてますけどね。はい、こんな神津島ですけど、また見に来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、なんと来週のね、豊中川岸エリア、また豊中南スロット館ということで、別の店長2週連続。ああそう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 ですよ。そうです。なんで今スイッチオフなってたの。え、何何曜日、え、土曜日、土曜日、いや金曜日、金曜日、金曜日です。ああそうなんや、はい、何その適当な。え、細根来ないの。いやだからオファーがないんですよ。え、スローカンからは私。ああそうなの。できんです。できんなの。なんかなんかやらかしたの。違う違う、自分の店じゃなかったら何されるかわからんという。そうそうそう、何されるかわからんし、はい、今日の感じ見てたらわかると思うんですけど、スイッチがね、もうめっちゃええ加減な感じで来ると思うんで。もう完全にオフで来るでしょ。嘘。、はい、それが目に見えてる。私あれですよ、今回スロット感行くんですよ。あ、そうなんですか。来はるよって言ってるの。え、いつも何やったん。いつも何やったん。 JP さん。あ、そうだ。そう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 。ほんと、はい、だからおもんないわおもんないわ言うて。ほんと。でも細ね、一回豊中みなみ来てほしいってコメント来てますよ。ほらなんだこのどうやまっすぐ嫌そうでしょ。勉強がほんまに嫌そうなんですよ。そこまで嫌がられる意味がようわからない。店近いやからええやん。なんでそんな嫌がられるんかな、ようわからない。あ、細やんはそんな暴挙に出んのかな。すごいよ。あ、そう。いやまあ別にいいですよ。上から別にいいっすけど。そんな感じだったら俺が次出演してたら出たかってるやんね感じ。ジージみたいになってるけど、なってるから。まあまあね、実は仲悪い説、まあ、ちょっと顔出してもらうぐらいでいいっすよ。まあね、敵と細ね見たいから来てよ。そうそう、帰りによったらよろしいっすよ。じゃあちょっと行きましょうか。え、金曜日、金曜日の夜っすね。次神戸中の後ですね。次の日ちょうどスロー感ね続くんですよね。あ、なるほど。あ、そう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 、まだぜひ来ていただけたらと思いますので。まいまいさんが来るってことですか。あ、そう、豊中みなみ私行きます。あ、じゃあ僕もう来でええわ。またガムテープ、またガムテープ、ガムテープをしてほしいから来るみたいな、やめてな。ね、まあまあね、神津島違う放送になってるから。まあでもね、あれやったら神津島対ね、豊中みなみでなんか対決やっても面白いかもしれませんしね。あ、なるほど。スロット対決なかなかないから。あんまり長くおられたくないんで。仲悪いんかい。なんでやねん。ガムテープ対決って言われてますけど。なんでやねん。あ、ガムテープデスマッチとかね、やったら面白いかなと思いますけど。そうですね、はい、ぜひ、豊中みなみね、私も久しぶりに行かせていただきますので、はい、よろしくお願いします。明日はね、紀行の西淡路店からの配信になっておりますので、吉田明穂さんがね、来られた後の西淡路店のお話を、まあ多分エロトークになると思いますけど。ほんまやわ。ほんますね。ねえ、ちょっとサイン色紙欲しいですけどね。ほんまやわ。あ、ちょっとその辺はホワイトストーン店長に、はい、呼びたいと思います。ほんまやわ。羨ましすぎやろ。どんだけすねるんですか。お前や、白石くんって言われてますけどね。明日ぜひ、奥さんに怒られろっていうコメントしてあげてね、ください。よろしくお願いします。ワイバーさんももうちょっとこっち来てもらっていいかな。
カメラはみ出てるから。はい、ということで、神津島来月もありそうですかね。来月ある、あると思いますよ。わかりました。はい、また来月も神津島の放送をね、楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします、はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。おやすみ。